はいじゃあ、行きましょう、皆さん、今日はね、あのー、どこへまで進もうかな、44ページぐらいまで行こうかなと思ってます。ね。はい、えー、本日はね、これですよ。えー、論文シーケンス講座のね、1行問題対策講座、あーこれの第1回を始めます。えい今日ね、あのー、板書もあるよ。もらった板書。俺、あるか ちょっと待ってね。俺がねえじゃねえかよ。ね。嘘はまっとる。万象。ないか。あー、ちょっと俺の文句言った。そうだ。ありがとう。ね。はい。もらってしてね。ああ。さあ、みんな、これね、あのー、ほら。この講座の、主眼とするところはね。あの、口述対策も兼ねておると。ええー。<laughs> まあ、だからね。ちょっと、あの、今日の範囲でね。 法術のね例えばほら、補正、平成28年とかね、あのー、載ってますよ。えー、まあ、役立ててください。ね、後ろの方はなんか、夏の道場のね、えー、なんか、広告になってますけど。はい。で、あとね、条約の会があるんですよ。ね、条約の会っていうのが9月22日、もうこの頃になるとね、皆さん、あの、豪華発表もね、あの、間近ですわ、うん、8ページにね。 あの条約の会はねこのテキストからやっていくんで、まあ、逆に言うとねあの飛ばしながらやっていくからここはねあの条約の会にやるためにはいじゃあ早速、えー、1回目からやっていきたいと思います、えー、皆さんあのー、ね蛍光ペン持ってますか持っていない人は、ね、お俺がほらここにいっぱいあるから勝手に持っていっていいぞなあよーしじゃあ始めようよ皆さんまずねあの A ランクのやつはねやっぱりあのー、超重要ということですよ。 ね、だからね、こうやって塗っていくから、いいですか、項、あのー、目的以上、どのように規定されていますかと、ね、これはね、こうやって塗ってね、発明の保護はピンクで塗ってくれる、うん、それでね、利用はね、キーレンジャーで塗ってくれるか、ああ、第三者のイメージはね、よし、そして、保護と利用はね、つまりピンクと黄色がバズりましてですね、 オレンジになるとほらね発明を奨励することになるんですよ保護取り用のバランスでそうすると産業の発達が図られるよっていうね、うん、これはね次の特許制度の仕組み、まあ、ある意味一常の趣旨と言ってもいいと思うんだけどねあこれを見てみたいなと思いますねこれはねピンクでまず塗るよはい抗体毒不要ね はい、交代、独票というのはどうしてかというとねあの特許権者に付与するんですよ、特許権者は、ね、新しい技術を世の中に公開してくれた、ありがとうという気持ちを込めてねあ特許権を付与するんですわ、ね、ピンクです、で今度は、ね、第三者ね、うん、第三者はねあの上の方でもほら、えー、黄色で塗ったように公開された集めを、ね、利用する機会を与えられるんですよ。ねうん なので、はいピンクでもう1回塗るけど、権付与、権量付与された人と、ね、制約を受ける、ね、制約受けるものの利用、ね、制約受けるもの利用っていう感じよ。ね、ちょっとリズミカルになってますよね。えー、要するに抗体、交代、読書、第三者、公開、発明、利用機会、権付与、制約受けるものね、そんな感じで。はいで利用帳 リオとの間に、えー、っとね、バズりましてオレンジです。調和。リオ、リオ調。調和だけでいいわ、調和だけで。ね。ええー、技師さん。はい、技師さん。起用していくと。最後はね。調和しながら。ね。技術の進歩は明かりい、産業の発達に起用していく。ね。えー、受けるもの。リオ調義師さん起用していく。そ、そんな感じよ。ね。 まあ別に皆さん、あのあれよ、俺の語呂合わせに頼ることなくガチでね、あの覚えてくれればいいんだけどね、もう一回言っとくわ。交代、独扶養第三者、公開、発明、利用機会、県付与、制約、受ける者、利用庁、技師さん、起用していく、ね。そんな感じです。ピンクとピ黄色がバズっていくという感じです。ね、さあ、皆さん、次ね、発明ですよ。これはもうね、アホでも言えんとダメよ、これ。ね 自然理偽装行動のもの一応語呂合わせにしておきますから自然理偽装行動のものねええまあこんなあの条文マルチですからええまあただあの口実を意識してるだけですねであとはねまああの B ランクだから自主的に見といて基本的にほら A ランクじゃだけやないとねあの時間がなくなるんでねはい次4ページ5ページ A ランクないねでもね5ページの一番上やりますよ うん、これはねあの、ほらいいですか、ソフトウェア関連発明が自然法則を利用した技術的層の創作、鍵括弧の中身をピンクで塗ってください。これは条文の文言で、えー、ソフトウェア関連発明ね、あのちょっとオレンジで塗るよ。要するに、ね、ソフトウェア関連発明ってあのプログラムのことですよ。ね、でプログラムは一応、物扱いなんだけどあの、発明と言えるためには度幻な条件をね、 満たす必要があるかちょっとこれはね、アカンダラインで塗るけどね、はいえー、ソフトな処理、ハーグ実現、はい、こうやって覚えてるよ、ソフトな処理でハーグ実現、ハーグあのジュネーブ改正協定みたいな感じですね、ソフトな処理でハーグ実現、ね、ちょっと真面目に読んでみます。ソフトウェアによる情報処理が ハードウェア資源を用いて具体的に実現されている場合当該ソフトウェアははいピンク自然法則の量子だ技術的思想の総複策と言えるはい主語当該ソフトウェアはねうんもう一回ソフトな処理ハーグ実現ソフトウェアによる情報処理がハードウェア資源を用いて具体的に実現されていればねそれは発明と言えるんだとソフトな処理でハーグ実現 覚えておい,てください、ねうん、あとはねまあ一応念のためやっとくかもう皆さんね釈迦に説法だと思うけどねあの5ページの一番下よほら発明じゃないという拒絶理由は土下になるかとねあ発明じゃないという場合どういう処理かこれはもちろん拒絶意義無効理由になるんだけどね皆さんあの二条一行違反っていうのはないからね肉一柱で拒絶意義無効です肉一柱だからね 2条1項違反というのはないよ。えー、よーし、じゃあ次、チミル、ラジミル、ウォルディミル。ねおみ皆さん、これいってみますか、これちょっとハイレベルですよ、皆さん。ねこれ、D ランクですよ、ほら、珍しいね、大体いい C ランクまでしかないんだけど、D ランクですよ、ディフィカルトっいうことですよ。ねじゃあ、ピンクで塗っチみるか、ネットワーク型システム集めにおける生産とは これ多分知らない人多いと思うよ。だってこれ、判例だから、皆さん。これ、判例ですよ。ほら、見てください。知財公判 R5-526 コメント配信システム事件ってやつです。ねえ、えー、ドアンゴと FC2 の争いですよ。ねえ、これ、あのー、まあね、ここではもうこれしかやらんけどよ。俺があの動画出してる件、もしくはあのー、詳しく見たい人はね、あの見てください。えっ、ー、とね、ちょっと待ってくださいよ。 ああそうか俺、担当の方ではね動画のあれやっとったけどね、この判例と同じ名前で出せば多分動画出てくるよ。はい、ねはい、これね、ねちょっとピンクでルール難しいからね、はい、複数の要素がネットワークを介して接続することによって互いに有機的な関係を持ち全体として当該発明のすべての構成要件を充足する機能を有する。 よようににになるこことによって当該システムを新たに作り出すす行為これが生産ですちょっと何言ってるかわからんと思うけどね皆さん動画配信システムねまあ YouTube もそうですけど FC2 とかねドアンゴっていうのはねなんかその見てる人がこういろいろコメントを出せるんですよ、ね、そしてそのどっちからどっちだったかね左から右か右から左かねこうテロップのようにこう流れていくというねあれが斬新ということで特許になってるんですよ。 ね、だから、ああいう発明における生産とはどういうものかと。ああ結局ね、そのほらあの配信側と受信側がおって、ね、その受信側は動画を見てるわけですよで。その動画を見てると、その動画とコメントが、ね、こうビジュアル的に見れるでしょ。それがその整ったときが生産ですよということです、簡単に言うと。ねうんはいまあ、一応知っておいてください、判例だからね、有名派なんですよ、これ、業界的には。うん ねまあ、詳しくはね、俺の,あのほら、次回ね、判例の道場も始まりますから、あの8月4日ですか、ちょうど来週じゃないですか、ね、ここでもやりますけどね。えー、はいということで、次、チミル、ラジミル、ウォルディミルです。ね、じゃあね、3番、ここにやっておく必要はないな。はいじゃあ次はね、よし。 8ページ、ああ、これはね、いいですよ。これはもうね、担当向きって感じですよね。4条、5条はね、飛ばしいです。はい。そして9ページ。ねえ、9ページ重要ですよ、皆さん。えー、はい。これはもう A ランクがね、続出してます。はい。じゃあ、まずね、補正を認める趣旨いってみましょうか。はい。これはね、ミドレンジャーができれば好ましいですよ。ねえ。いいですか。あこれ、今年出たじゃん。 法制、ね、を認めるし、はい、手続きの円滑迅速な進行を図るためには初めから完全な内容の書面を提出することが望ましい、ね、で実際問題望みえないもうこれだけでいいんですよ、ね、これあの語呂合わせもあるぐらいですよ、うん、エンジン進行を図るには彼女提出望ましい実際問題望みえない、ね、そこで最後はピンクでいきますわあ、ね、手続きの 不備貸しの是正の機会として出願人に一定要件か、法制を認めちょるるしょゴルバチョフということですよ。ねえ、これが法制の趣旨、ほら見てください、今年のね、おちゃんと書いてますよ、ほら、R6 商標で出たんですよ、R6 商標でおい、ねえ、だからよ、皆さん、これね、四法共通ですから。 ね、ど,どの方域で出てもこれ使いますよエンジン進行を図るにはねはいこれね厳密に言うとね、まあ、特許17条にも書いてるしで青本20青本60条の24とはね6824見ても書いてあるんですよ、うんうん、ただね68の4条はねちょっと手抜いてますわうん意証法の60条の24と同じであるって言ってね手を抜いてますから まあ実績はには青本17畳、60畳の24かなって感じしますけどね。うん、ただ一応ね、あのー、今年出たということだけは押さえておいてくださいね。うん、はいじゃあ次の A ランクは何で五百定聖ですか。ああ、これはね、黄色で塗っといた方がいいですわ。五百定聖書の、ね、イメージカラーはね、あのー、キーレンジャーなんですよ。えー、カレーの好きなねキーレンジャーって感じです。 誤訳訂正の理由を記載させることとした理由を聞いてますわねなんで誤訳訂正書は誤訳訂正の理由を書かせるのかとねこれはね俺もちょっと見ないで答えてみましょうかね外国語書面に基づいて補正をすることをねあの、まあ、明確にするためということよあの外国語書面に基づいて補正する事実を明確にするためねあとはね第三者の監視負担審査負担の お軽減かな三サフ系と覚えておくてい,い第三者のあ監視負担審査負担の軽減、ね、ほら見てくださいやっぱそうでしょ、ね、外国語あ緑でよ外国語書面の記者に基づき補正された事実明確第三者、ね、判断負担軽減、えー、審査チェック負担軽減、ね、まあだからあの第三者の 負担軽減と審査負担軽減ですよ。どっちにしたって、あのー、負担軽減ね。だから、三者不敬と覚えておくといいですよね。ほら、三,者の三ねで、えー、三者祭りの三ですね。それから、あ,あれ、審査の差はこれね、三者不敬ですよね。大阪不敬じゃないからね、えー、組事務所に入るね、大阪不敬ね。なかなかね、迫力ありますよね。 事実明確三冊系です。ええー。はい。よろしいでしょうか。はい。で、次ね、補正における新規事項追加あ禁止のしああ、これも定番じゃないですか。有名どころではね、平成24年度特実位置の、設問一のね、もう最初に出てますよ。ええー。はい。えー、っとね、まずね、制度の国際的調は、ピンクね。はい。権利付与迅速化ね。 第三者の監視負担軽減ですわ。うん。はい。国庁、権付与、迅速化。第三監視、負担軽減。ね。まあ別にあの語呂合わせで覚える必要ないと思います。ね。国,国際適所は、権利付与の迅速化。第三者の監視負担軽減。すごい覚えられます。ね。はい。じゃああとはね、あの一番下が A ランクですよ。うん。見てください。外国を署名すがにおける手続き法制書による法制は なぜ翻訳文なのか、これはね、ピンク A です。問題自体が。ああ、手通強制しょっちゅうっちゅるけんね。はい、これはね、あのあれですよ、ね、通常一致、本十分。これが理由です。通常一致、本十分。ね、これね、結構ね、口実にも出てるんですよ、ほら。ね、だからね、あのー、通常一致、本十分だけで十分ですよ。通常は翻訳文と原文が一致してるからね。 翻訳文の範囲でいいじゃねえかということよ。ね通常一致、本十分。ね覚えやすいでしょ。よし、いくぞ、ストや。ねじゃあ次は土んな問題ね。ああ、B ランクか。まあいいか、B ランクは飛ばすわ。まあただね、B ランクは出る恐れもあるから、当然あの、やっといてよ。ほら、特にね、ほら、こういうほら、口実、二28とか載ってるじゃん。こういうところは要注意だからね、R5、口実も載っちょるよ、ほら。 R5 口述。ね。はい。まあでもとりあえずね、A ランクを優先していきますから。はい。11ページ。おい。これはね、どうやって塗ろうかな。待ってね。なるほうず、これほず。これはね、こうやって塗りますわ。ね。まず、キーレンジャーで塗ってください。外国を署名するよの場合。ね。で、次、ピンク。手続き補正書による明細書等の補正が、翻訳文記載事項の範囲を 超えていてもはい黄色無交流とええー、ならない理由ですねええー、あとねちょっと悪い言葉も使ってますよね翻訳も超えていてもとほら悪い状況じゃないですかなんで無交流にならんとですかね一応ね青本のこれ黄色で塗っておいてですよねかっこ悪い特にああこれはね あのちょっとね青本フルスペックバージョンで書いてますけど、こんなねフルスペック書けるわけないしね、ね口述の現場でもねこんな長いこと言いよったらね最後の質問までたどり着きませんよ。だからとにかくね端的に答えるということを意識してください。はいミドレンジャーでご祝対。手続きをすべき書面の選択を誤ったに過ぎない形式的価値だと。ねもっと端的に言うと、いやそんなのもうね形式価値に過ぎないんだと。ああそして、はい はい次のご祝典こうした形式的貸しについてまで特許の無効流とすることは特許権者にとって酷であるとこれね法則性があるんですよ大体酷であると言っとけば大丈夫です、ね、衣装のねあの7畳8条8条の2ですかあれが無効流にならない理由もね酷だからって書いてますよ青本にねえよし行くぞそうですよねはい じゃあ今度は、ねあのーまあ、B ランクは通り越してですね、まあ、やっといてくださいよ、ただ、ね、重要ですからね、一番下、何、えーはい、て書いてる、ああ、これ悪い状況ですね、青で塗ってください、うん、最後の距離通にた、えー、対する補正が、えー、不適法である場合にはね、距離通とせずに、補正却下と知る理由、ね、なぜ最後の補正はねあ、違法だと補正却下されるんですかと。 これね、青本ね、結構長々と書いてますけどね、審査の迅速性確保の観点、これだけです。審査の迅速性確保、ね、審査の迅速性確保のためです。ね、これね、あれよ、理想言とかでもし本試験やるんだったら、この格問がお,お,おすすめです。平成24年、特ワ1の設問2で出てますよ。ね、工事せもね出る可能性高いですよ、ね。審査の迅速性確保です。 もうちょっと具体的に、ね、言っておくとね、距離通出すと、ほら距離通に対してまた補正ができてしまうね。だからね、あの迅速に反するんですよ。ああじゃあ次ね、よし、あその前によ、やっぱね、独立特許権やっといておけいいわね、ほら、これあの、B ランクか C ランク、B ランクだけどよ、これ重要だよ、独立特許権ね、えー、ちょっとピンクで塗っとくわ、独立特許権、ほら、時系列3点セットやね。 三十人ミニだねミニクーパーだねサブ六四一やねサモシーだねミロムイミほら地味めにサモシーミロムイミですよねまあ地味めにサモシーミロムイミがねあのまあ忘れた人はこれでもいいです拒絶流であり利己流であり無交流ですよね挙節流の円とね利己流の円と無交流の円が三つ重なったところです、えー、でもちろんそうやって教えると先生 あのなんだっけ条約違反もありますよ。<laughs> 確かに知ってますよ。あと順徳25条違反とかね。うん。でもよ、そういうのって、あの、願書から判断できるあ、願書というか、出願書類から。判断できないよね。だから除いてるんですよ。ねやっぱりあの、出願書類から客観的に判断できる、拒絶意義無効流だというのが、独立特許権です。ね独立どっぽではありませんからね。はい。じゃあ次にね、12P にいってみましょうか。なんだこれは。 ああ、補正却下に対して不服申し立てができない理由か。うん、そらあれだよ。補正却下不服審判がないからじゃねえのねえ。まあいいわ。あの、青レンジャーで塗ってくれ。ねえ。よーし。青レンジャーで塗ってくれよ。うん。ああ、これね。あの、なんか、下の方のバージョンの方がいいね。うん。ほら。青本17畳の2バージョンの方がいいんですよ、これ。ねえ。 53条よりも青本、い17条の2バージョンのほうがいいです。はい、短くて、そこまで俺研究してますから、ね、制度の国際適正は迅速権金利不要の観点から、は青、補正却下不服審判、廃止したんですよ、ね、俺がね受験を開始する頃ですわ、ね、俺が受験をね、 開始したのは平成七年ですけど、実は平成五年ぐらいに一回弁理試験の勉強したんですよああ。で、その時はね、何かね、興味が持てなくて、中断したんだけど。ちょうど平成五年改正というのがあってね、なんかあの、法制却下不服審判がなくなりましたみたいな、ね。あの、学びましたね。えー、あの、知ってますよ。あの、公民の予備校のね、東京アカデミーってあるじゃないですか。そこなんと弁理士のあれがあったんですよ。弁理士の。ああでも、俺が、あの。 何て言うのかなあー通いだしてねほどなくなんか潰れますよ、えー、だからそれを機に俺も勉強やめたと <laughs>、えー、でもやっぱねこのこれからの時代知財が大事だということをね痛感しましてね再開しましたね勉強ねよっしゃねよっしゃじゃあ次はね B ランクだけどね何気に重要なんですよおだからねやります、はい、ではなぜっていうとほら今度はねオランゲランゲで塗ってください ね、ではなぜ53条3項正しがきで著作審判を請求者番における審判においてはこの鍵ではないと規定したのかねえ533正しがき危ないですよ、えー、これもね短縮バージョンで横ばってん荒川真澄ですよ、ね、えー、っとねどっから行こうかなうんあこれが理由ですよもう出だし緑がはい拒絶査定に対して 審判を請求できるので、ねだからあとはオレンジです、121を審判において、拒絶査定の可否と合わせて、補正却下決定の可否を争える旨、規定したということですよ。ねだからもうご,ごちゃ混ぜにして争えるんですよああ。拒絶査定の敵と補正却下の敵ね、同時に争うんですああ。だって実務やってると分かるけどね、最後の距離詰に対する補正が違法だとね、補正却下と拒絶査定が同時に来ますよ、当本で。 同時にきます、うん、だからそれに対してあの一く単にね不服できるしであとはまああれもできるわな17条の日光あ4号補正ってやつもできるわねはいじゃあ今度はねこれ B ランクだけどねやっといた方がいいですよこれ、うん、なんかあのね出そうじゃないですかいかにも、ね、ちょっとやってみましょうか最後の距離通に対する特許請求の範囲かっこ請求の1の補正がイカの場合 会なんかおちょっと答えが見えとるからね俺もあの考えたいからちょっと答え隠すねよーし、うん、ただしおい17条の2の3項4項6項は考慮しないってどういうことよねということは5項だけ考えろということよ。ねじゃあちょっとこれはね青か黒なんだらとくは、えー、17条の2のね346は考慮しないと。ということは反対解釈で5項だけ考慮しろと。素言コツですわね。ええー、素言コツですよ。 うん、で、あの、おいい問題よね、これ、カッコ1とカッコ2とね、カッコ3、なかなかいい問題ですよ、これ。じゃあ、ちょっとね、もう皆さん答え見えてるかもしれんけど、まあ、とりあえず当てるわ。はい、一番前のしかっカッコ1はどうですか、これ。適法ですか、不適法ですか。どうぞ。不適法。お理由はどうであ限定的、原式ではない。じゃあ、あ違法だから、青で塗っトゥね。なるほーズ、コルホーズ、ソフォーズ。ね、これは違法だと。 ね、限定的に原縮になっちょらんと、ね。じゃあ2番目の人、格好にはどげんですかいうどんですかいおこれも不適法。なんでですか、これ。ああ、直列的負になっちょると。ということは、これも限定的原縮はねえということやね。なるほど。じゃあ3番目の人、どうですか、3つ目は。適法,適法、OK ということ。ああ、そう、ちょっと見てみましょうか、なんで 123を得て作られる物質 X から工程123によって物質 X を生産する方法じゃあ理由言ってください適法の理由をこれどうですかうんこれ土源ですかうどんですかい、うん、ああ明瞭になったと。 なるほど。ということは、明瞭でない記載の釈明ということですかなるほど。さすがですね。よし、行くぞ。そうだね。じゃあ、黄色で塗っとこう。ね。皆さんを信じて。ね。じゃあ、答えを見てみるわ。おぉ、やっぱそうだね。不適法って書いてるわ。ね。じゃあ、青レンジャーで塗りますよ。不適法は。うん。適法は黄レンジャーで塗っとくからね。よし。じゃあ、あとは理由付けだ。あまず一番はね。 限定的厳粛ではなく他の目的でもないとあ確かに2番目はね直列的負荷となっており上期同様だとで3つ目はあ明瞭でない記載の釈明に該当するぜよとねあ PBP ねなるほどこのホーズ PBP ですよ皆さんの好きな何でもかんでもね PBP って答えるというねこれを正方クレームに あの補正することはね明瞭でない記載の釈明に納豆ですよええー、そうそうだって大体不明確っていう拒絶流通知来ますからそれを明確にするわけでしょまさに明瞭でない記載の釈明だねあこれいい問題ではいい問題だから GP に認定しますわねー GP ですよグランプリ獲得って感じですねあはい まあ、実務でも重要ですよ、皆さんね。あのいずれ、弁理士になってね。あのーまあ、でもね、失敗もした方うがいいですよあ。こういう時にはこういう失敗が来るんだと。ね、失敗も、ね、糧になりますから、皆さん、積極的に実務やってくださいね。恐れずに。うん、俺もいっぱい失敗してるから、実務で。ね、それが糧になるんですよ。ね、お客さんに怒られ、ね、上司に怒られ、それがすべて、ね、糧になってね、うん、もうすごいあの一人前の弁理士になりますから。 ね、あの一番ダメなのは失敗を恐れて何もやらないこれもう全然だめですわ、うん、もうならん習うが増しって感じねはいじゃあね 13P に行きますえこれは何で A ランクは優先検証書面の補正ああこれなかなかねちょっとあのあ隙間的なところを聞いてるなって感じですよねあでもね私は A ランクと見ますよ、うん、何でかというとねこあのあれが出たでしょ あのー、ほら、優先権なの、あのー、なんか、優先期間とか後の優先権みたいなね、なんか口述とかでもね、その辺危ないんじゃないかと、ね、だから優先権証書面の法制も危ないと思ってます。はい、主に、ええー、いいか、はい、ピンクでいいよ、五体、優先権証書面の5期があった場合に、それを正す目的のために行う手続きであり、ええ、違うのを上げときますから、はい、優先権証の追加、青、取り下げ、えー これは別の手続きになると、ね、だから結局ねあれよ優先検証書面ってほら先の出願の表示をするんだけど先の出願の表示が間違ってると例えばあのなんか出願番号を間違ったとかね先の出願日を間違ったとかそういうのを正すのが優先検証書面の補正なんですよだからね例えば優先権を追加するっていうのはねこれはもう41条4項ですわちょっと書いとこう、ね、こうやって書いとくといいよああ書いてるわごめんごめん書いてあったほら 41条4項43条1項取り下げは42条2項ねああいいですね抜け目ないって感じですよ、うんはい、ああ軽症例期ねこれはねマニアックだからいいわ、うん、あのパンドラの箱みたいな感じでね見ない方が良かったみたいな感じだと思いますんで飛ばします、うん まあ興味ある人は成功規則見てもいいんだけど、ああ、見なきゃよかったみたいな感じの条文だから、いいです、飛ばして。うえうーん、あ、ただね、ちょっと待ってくれよ、ちょっと待ってくれ。ああ、これだけちょっと濡らしておいて、これ、もともとね、PLT から来てるんですよ、ね、うん、PLT ね、夏の甲子園で有名な PL 学園じゃないですからね、PLT の木で、PLT13 条かっこいい地です、ね、これですよ。 PLT13 乗かっこい,いですね。えぇ、ー、どうですかいよろしいですかはい。じゃあ次、チミルケン。し。あ、じゃあ今度は、あの、あれやね、産業上利用制やね。皆さん、ここはね、あんまり出ませんよ。うん。ただね、これ、あのー、一応ね、あのー、そうだな うんこれやっといてもいいかもな B ランクだけどあの上から2つ目の、ね、B というやつこれやるわ、うん、やっぱり根本的なところだもんね産業上利用できる発明とはうー、はい、学術排除と思ってください学術排除ほら学術的実験的なものを排除することを意味してますこれ青本嘘そなしですよ学術排除ね学術的実験的にのみあ利用するような 発明を排除する、ねうん、もちろんねちょっとあのアドリブ的な回答があるけどね他にね一般産業として実施できる発明を言いますでもいいですよね一般産業に言ってでその産業とは何ぞやですよこれもだからね B ランクだけでやっとくわ、ね、これもね語呂合わせチックにいけるんですよほら見てください高校農水生産業ほら高校農水生産業覚えやすいでしょ、うん、で今度はねオランゲランゲにしてください 運輸、交通、補助産業。ほら。運輸、交通、補助産業。ええで、今度は黄色にしてください。保険、金融、サービス業。ね。リズミカルでしょ。うん。はい。一応ね、産業です、これが。高校農水、生産業。運輸、交通、補助産業。保険、金融、サービス業。ほら。ね。うん。で、あの、そうそう。で、こう流れてくると、じゃあ、医療業はどうかだから、これもやらざるをえないね。 次の B ランクほら医療業は産業じゃ中戸明ですわええー、ね中戸明ですはいでこれはね簡単ですよ、うん、これはもうね医療行為の円滑化ですわ、うん、だってこういう医療行為がね特許になるとよ、ね、ほらあのーね、死を目前にした患者を前にね あこれあの誰々教授の特許なんで私使えないんですよご愁傷様ですって言ってね野垂れ死に死んでしまいますよねえうえー、だからこのねああこれねはい東京のこの医師なら死んでもいいというね外科的手術方法事件です、えー、東京のこの医師なら死んでもいいでおなじみの外科的手術方法事件ですねえ知っといてくださいね B ランクだけどやっぱりねやって価値のあるところでしたね すはいじゃあね、今度はね15ページに A ランクありますから、うん、やらざるを得ないと思います。あこれね、結構ね、あのー、口実の出典書いてないけど聞かれますよ。なんか昔はよく聞かれてますよ。産業上利用できる発明に該当しないものを3つ挙げようと、ね。これまさに、ね、語呂合わせでいきますよ。うん、人間出自身業としてあ実際できない収膜ねほら、人間出自身。 ね、行として、はいで、実際、できない、あオゾン層でもいいですよ。実際できないオゾン層。オゾン層の方がいいわ。い体ね、人間ってね、最初の言葉が出ればすらすら出るんですよ。だから、終わりの言葉より最初の言葉の方がいいですね。オゾン層。オゾン層破壊防止のための紫外線吸収プラスチックフィルム。ね、オゾン層破壊防止のための紫外線吸収プラスチックフィルム。ね、これなんでダメかというとね。 あのまあ、簡単ですよ、理論的にはね、ただね、地球全体をこう吸収膜で覆うなんてね、こんなね壮大なことやってたらね、どんだけ金がかかるんだと、ね、そういうことですよ、えー、だからね、実際にはできないだろうということなんです、ね、ウエース、はい、じゃあ次のページはね、ああ、新規制ですよ、もう新規制といぶ皆さんね、釈迦に説法って感じですよね。 まあだから新規制とは何かはやらんけどよ。趣旨ぐらいやとこうや。交代、独不新規制。はい、これでいいですよ。交代、独不新規制。ね。つまり、公開の代償として独占権を付与するために新規制を求めちょるフルしをゴルバチョフですわ。ね。ついでにブレジネフにアンドロポフですね。はい。ということですわ。それで、えー、っと、あとはね、ああの、有しない発明だからちょっと青物とおうかな。新規制。お有しない発明。 これをね、累計化すると。うん。<laughs> ね、それが肉一覚悟だよと。ね、肉一覚悟というのはね、累計化してるんですよ。有しない発明をね。まあとりあえずね、抗体独居新規制で十分ですわ。ね。でもし、あの、理想ンとかの格問やる人はね、平成26年の格問確認しといてください。出てますから。ああただね、まあ、私のその理想と現実数、格問集はね、 二種類答えを用意しましてその現実はこの抗体毒用新規制という簡単なやつで書いてますけどもう一つの理想のタはこの,判例,の、ね、判例があるんですよ、何だっけ、何か忘れたけど <laughs> 何とか事件というえそれに基づいて書いてますからね、えー、はいじゃあよろしいですか、今度は、ね、右のページに行くと観光物、えー、観光物、ね、これ A ランクですよ。 これね、口述にも出てますよ、ほら。皆さん、口述、平成29年に。ね、こんなね、くだらないところが出るんですよ。ーいいですかはい、じゃあ、ゴロアせチックに行きますからね。後半、項目、副文書、はい。後半、ね、項目、はい、副文書、はい。ずるいね、ずるいね、情報伝、媒体ですよ。ね、 後半項目、区分書、図いね情報、伝媒体。もちろんね、この語呂合わせだけ覚えてね、現場であのフルスペックが出ないとダメだからね、俺もちゃんと言えるよというところを示してあります、ね。後半項目でしょう。だから公衆のハンプリより公開することを目的として、複製された文書図面その他、これ二類する情報伝達媒体。ね、素早く言えるようにしておいてください。ね、よし。で、あとはね、あのー、あれこれ、吉藤バージョン、一緒やんか、これ。ね。 だからこれもあの,ぬあのほら四角で囲っているところだけをねなぞれば語呂合わせになりますから後半公,公務含む副文書ずるいね情報伝媒体ねはいということですよで一応ねあのあれなんだっけ論文本試験にも出た音あったですよ、うん、だからほらこれオレンジ塗って平成27年のね特日一の説問読んでねマイクロフィルムが出ちょるですからマイクロフィルム ね、皆さん、マイクロフィルムを、ね、体験したかったら、ね、あの国立国会図書館に行くといいですね、そしてマイクロフィルムからプリントアウトしてくれますよ、あと、ね、特許庁もあの、ね、なんか超古いあの先行技術文献か頼んでみてください、そしたらマイクロフィルムからプリントアウトしてくれますよ、ね、しかもあの包帯ってまさに、ね、あのなんか封筒にこう、ね、どっしり入ったやつを、ね、こうもらいますよ。でね あの持ち帰ろうとすると怒られますからちょっとやってみてください「おおちょっとお客さんダメですよ」っつって「えっな,なぜですかあそれはねここのフロア内で見ることが前提なんですよ」つっ,って「あえそうなんですかこれちょっとあの欲しいんですけど」っつっあそしたのそこのねコピーであのコピーしてください」っつってでコピー行きに行くとねなんか1枚30円で高いんですよねそしてなんかあの俺もねうわこんなので30円かじゃあ諦めようっつってね あのなんかよく諦めて帰ってました <laughs> ね現場で一応見ることは見るんだよね買ったりからね、うん、そうなあのほらコピーツバのあれを1枚ずつこうやっていくねあのあのソーターじゃないやつよ、うん、だからもうめんどくせえからね何もやらんで帰ってましたわはいそんな感じよーしね、うんだからマイクロフィルムってあの、まあのま映画のフィルムと一緒ワンシーンワンシーンがその あのなんか髪をこうね写真に撮ったようなフィルムになってるんですわねさあそれではね上おハンプよーしハンプね太ってたものが見うるようなっていう定義ですわ一応ピンクでるねうん、太ってたものが見うるようなですょほら太くてたものが見うるようなで覚えてください太ってたものが見うるような 不特定ののものが見るるような状態に置かれることです太ってたものが見えるような。ね、これもほらあの皆さんのお得意な構図知見出てますよほら、ね、で平成27年の論文本試験にも出てます、ね、そのマイクロフィルムとあの関係した問題としてあー、ね、であの現実に誰かが見たっていう事実は必要とないというところを青で塗っておきますか。ね どうでしょうこれだからね、皆さんね、あれですよ、去年こういう話があってね、あの皆さんもちろんね、口実対策は口実対策であると思うんだけど、あ私も含めて、多分他の先生も多分こういう指導方針だったと思いますよ、あの口実というのは、あの特許ではイヤいシリーズは出ませんので、もうイヤいは勉強せんでいいですと。<laughs> で、去年出たんですよ、十何年かぶりに。ええ で見てくださいこれはあの、去年と大体一緒ですけどね、これちゃんとね、後ろの方を見るとね、いやよシリーズがちゃんと載ってるんですよ、どこへんからか。ね、だからね、こ,これやっとった人がね、まあ、喜んでましたよ、先生、これやっとったおかげでもうバッチリちりばつでしたわってねあの、どこへんが出たかというと、129ページあたりが出たんですよ、まさに129ページあたりがね、出たんですよ、これ。 PCT19 条制34条性のイヤよなとイヤよパがで。だからね、そういう意味でもこの講座は良かったですよ。ね、もうやっぱりその過去の常識にとらわれずに、やっぱりね、ある程度やっといてほいいです。ね、だから俺、ほら授業の、ね、進行上 A ランクばっかりやってますけど、あのーね、B とか C もやっといてほいいよ。ね、例えばそのそう、ね、今18ページやってますね、下から3つ目、B ランクだけどやるわ。なぜかとというと、ね あ,あ,あのー、ほら自分まで問題となるって書いてるでしょうんほら自分までちょっとこれね青本だと総い取るんですわねうんところがねちょっといいですかああなお書き審査基準ではえー、ほらなお審査基準では自分票ほらだからね自分まで問題となりますってえそうですかって聞かれる可能性なんですよ あ,あそうかこの先生は審査基準を要求してるなとだから病までことねえええコツでした、ね、ええいええ病までですよだって今ほらあの電子質感だからねもう本当に何ていうのちょっとの差でこうねあちょあの先行ね洗先がんだと別にあのね火で決めますからあ,のあんまり関係ないけど新規性だとねやっぱ病まで見ますよ もう競馬の世界ですよ、競馬の。ね、はいじゃあ、右ページ行ってください。おお、進歩性ですか、うん。これはね、進歩性はね、皆さん、あのー、あれ、定義もあの覚えておいてよ。意外と言えない人がいんですよ。進歩性、うん、進歩性があることです。<laughs> いやだから、進歩性を聞いてるんですよ、と、ね。意外と進歩性は進歩性ですって答える人がいます。奉、はい、業者が、はい、ピンク一番上です。 ええ、特許制案時における技術水準から容易に考え出すことができない程度程度のことを言ってるんですよ。ねあそういうことですよ。はいで今度は趣旨いきますね社会の疑心に役立たないかえって妨げはいこれ青本バージョン、ね、社会の疑心に役立たないかえって妨げとなるのでうん。 だから、あのーねえー、進歩性を設け取るよでいいんです。ねはい、次は、ねあのー、B ランクだけどやっとくわ。なぜかというと、皆さんが、ね、将来、便利しになってあの恥ずかしい思いをしないようにするために、あのー、もう論,論理付け、超常識やからこれ、ね、進歩性の拒絶流通知がめちゃくちゃ多いから、ね、じゃあ、ね、あの青で塗るよ進歩性が否定される方向に働く諸事実、ね、これ青よ。 で、丸2に飛んでください。伝説の丸2ターボに飛んでくださいね。進歩性が否定される方向に働く諸事実はね、動機づけ、うえそれから設計変更、寄せ集め。ね。で、今度はキーレンジャーで塗るからね、進歩性が肯定される方向に働く諸事実はね、うん、これはね、有利な効果、阻害要因ですわ。うん。ね。そう。で、蒸気の結果。 論理付けができなかった場合には進歩性は否定されずはい今度はオレンジャー、論理付けができた場合には進歩性が否定されるとね、しはい、皆さん、有利な効果というのは、ね、皆さん知っていると思うけど、なんだっけ、ほらドキセピン誘導体事件という最高裁判例が令和元年のお8月27日にあ出ております。ね、これれ来週の、ね、あ,のあれでやるから 判例の登場でねちょっと今日は時間がないからねやりませんがスーパーチャージを判例145でやりますからね、うん、あれはね顕著な効果がないとダメだぞって言ってますだってよ有利な効果値もさ何もうちょこっとちょこってでもあれば有利な効果じゃんねそれでいいんですかっていう話よ、うん、だからキセピン誘導体事件は著名な効果ね、うん、そしたらもう文句なし進歩されるよとね 一見容易に見えても著名な効果があれば信仰性あるよ、ね、簡単に言うとそういう判例、うん、でもあれ奥が深いから、ね、何気に奥が深くて去年の新司法試験、えー、令和5年の法試験知財で出てますよだから便利試験も来年ぐらい出るかもしれません、ね、じゃあ最近ね法試験で2年遅れぐらいで便利試験に出るという傾向が見られますんでねうぇ、えーイはいじゃあ次っち見るわあ阻害要因わかる阻害要因っていうのはね 一見するとマイナスな言葉だけど阻害要因を克服したことに価値があるという意味だからね、ええ、例えばほらあの、ね、ディーゼル・ハイブリッドエンジンみたいにあのハイブリッドはね元々環境にいいですけどディーゼルって環境に悪いでしょでも環境に悪いエンジンと環境にいいエンジンを結びつけてより環境によくトルクフルなエンジンを実現したということで、ね、メルセデス・ベンツの特許になっております、はい、じゃあ次あ20ページね そういういいいことですよはい、はい、特許法29条の2の趣旨これはねあのやっぱね論文にも出てますしねほら平成25年に出てますよで口日は R2 で出てますねあだから言えるようにしとってくださいねじゃあまずねどうやって塗ろうかなよしじゃあまずはねあの1行目はねほら抗体独票新規制の話をするんですよ。 ね、おしかしね、ちょっと待ってくれよ。ああ、これはね、こうやって塗ってください。ええ、まあ、緑でいいですわ。しかし、おい洗顔が公開される前に出願された抗がであっても、その内容が洗顔と同一内容の発明である以上、さらに、ええ、出願公開しても新しい技術を何ら公開するものではない。ね、おん で次ね、これは家庭系だから、ちょっとオレンジ塗るよ。うん。補正できる最大限の範囲に、えー、あ、補正できる最大限の範囲である当初、明細書等にまで洗顔の地を認めれば、ね、ええー。キーレンジャーでいくよ。ああ、洗顔の処理を待たずに、黄岩を処理でき、過剰な防衛線を防ぐこともできる。ね、ええー。そこで今度は赤んだらいあ,あ赤四角いね。 昭和45年法改正ね、昭和45年生まれの人もいるやろ、ね、どうですか、俺もあのこの辺ですからね、はいでえー、審査請求483、出願公開64と相まって本規定を設けることにした、ね、昭和45年トリオですよ、覚えておいてください、昭和45年取リオね、肉の二と64と483。ね えー、昭和45年トリオです。ねうんはい、よろしいですかね。えーはい、じゃあね、あのー、次ねあ A ランクはね発明者同一の場合に肉の煮が適用されないこととしてる理由、ね、発明者同一ですねだからこれはねキーレンジャーがいいですよなんでかというとめでたしめでたしやから。うん、でこれねね結構ね あの論文に出てるんですよ、ほら見てください、平成14年でしょ、平成22年、令和4年、結構出てますから、はいねえ、うーん、はい、じゃあ、理由ね、緑でいきますよ、他人の発明、自説のため、あこれはちょっと語呂合わせバージョンですけどね、他人の発明、自説のため、もう私はこれだけで十分です、ね、ちょっとフ,レスフルスペックバージョンでやってみますよ。 他人が発明したものを見てそれと関連なる発明を開発しこれを特許請求の範囲として出願し他人の発明を自分の発明の説明のために明細書に記載している場合でもその他人が後に出願した場合に拒絶しないようにするためです。ね、そうそうだからねやっぱりあの何ですか皆さんね実務やってる人なら分かるけどほら背景技術書いて解決しようとする課題を書いて そして解決手段を変えていくっていうそのプロセスの中でね従来技術を書くでしょで従来技術っていうところが、ね、他人の発明である場合があるんですよ、うん、でその他人の発明は実はまだ従来技術とはいえ新規性を失ってない場合がありますからね、うん、だからその、えー、遅ればせながらその他人の発明の人が後から出願してもねあの拒絶されないようにするためですわ、うんね、他人の発明自説のため ね、29条の2で拒絶されないようにするためまあもちろんねクレームがイコールだとね39条でやられますけどあの明細書とクレームとかだったら、まあ、あの救われるということですよ29条の2の適用はないからねよし行くぞそうですはいじゃあねあのー、右ははいええ真相例ですよええー、これもねあのあれ口述で出てます見てください 平成肉一で出てますよ。ほら、ね、新相例の趣旨出てますからね。はい。じゃあ、まずね、あのー、出だしはね、青でいきましょうか。29条は、特許戦より前に公開された発明については原則、特許を受けることはできないコツを規定処理る抜点。荒川真澄。ね、えー。しかし、おい、はい、黄色。ね。自ら発明を公開した後に、 その発明について特許者をしても、一切特許を受けることはできないとすると、発明者にとっても酷であり、産業の発達への寄与という特許法の主義趣旨にもそぐわないといえる。ね、これ語呂合わせがあるんですよ。ね、一切できない、ハメ社に酷く、散発強しそぐわない。ね、ほら、ちょっと青ペンか黒ペンでより強調しておくわ。一切、ね、できない、ハメ社に酷く、散発 し、そぐわない。ね、定番のリユースケースは。ね、しかも審査基準から来てるんですよ、俺。青本じゃおまへんで。うん。はい。で、そうやね、ちょっと待ってください。これはね、どっちの色で塗ろうかな。あーこれ、黄色がいいわ。ね。真相例ってやっぱり青の逆って感じだからね。黄色でいきますわ。ね。したがって、特許では、特定の要件のもとで発明が公開された後に、 発明の特許を受ける権利を有する者が特許を算した場合には先の公開によってその発明の新規性総数をしないものとして取り扱う旨規定いわゆる発明の新総例30条が設けられているとねあちょっとマイナスなところもあるからねちょっと黒あんだれにいこうかあの発明が公開された後にええ、であっても お今度は赤ね、えーえー、発明の新規性が喪失しないものとして取り扱うと、ね、これが新規性喪失の例外ですからね。はいじゃあね、皆さんね、あの次はどれ行こうかなあ、次のページだね、次のページでいいですよ。うん、よし。あ これはね、できればですよ、皆さん、A ランクだけど、あ紫も蛍光ペンありますか、なければおでヨ日ですよ、30条2項、これだけでもいいです、ね、30条2項、括弧こきの首相を聞いちょるんですよ、ねあ、だってほら、内外国特許庁国際機関が発行する特許広報ですから、ね、適用対象とならない。 なぜなんだと。ね。で、これはね、あの。もう、なんていうか、短いバージョンで覚えましょう。ね。うん、制度の悪用、真似恐れですよ。本州してらして必要ない。制度の悪用、真似恐れです。ほら。本州市。照らして。必要ない。ね。制度の悪用。真似恐れ。ね。うん、ただね、これ、あの、語呂合わせだけを覚えてもね、本質が分かってないと、つまらんですよ。 まず、ね、本趣旨って何かというと、ね、これは、ね、あの皆さん、ね、ちょっと上の方を見るあの平成23年改正本バージョンを見るとちょっとかかるかもしれない、ねはい、そもそも、えー、新規制送訴の例外規定とは地震の集めを特許出願する前に公開してしまった集め者等を念頭に設けられたあものであるその制度趣旨に鑑みて出願行為に起因して特許公報に掲載されて新規制を失った 発明を適用対象とする必要はないと考えられることおよびこれを適用対象とすると、ね、これがいかんのですわちょっと緑の塗っていい、はい、あ、同規定を利用して特許権の存続期間を実質的に延長できる可能性を生じることから、ね、これが制度の悪用をまねおそれになってるということですよ、ね。後から後ずさりすれば存続期間の実践長ができるでしょ。 ここれが制度の悪用とということです分、えー、かりました、うん。ただね制度の趣旨についてはよく書いてないねこれはね結局ね判例を知らないと無理ですわちょっとね俺があのここに判例を書いておきますねえー、っとねあの青ペンでも黒ペンでも何でもいいです第3級ね、鑑識亜面事件というんですよはい環状7号線の管理式 第3級鑑識アミン事件ね。ええー。亜はね、あの松葉を歌うアミンと同じです。ね。第3級鑑識アミン事件。はい。えー、っと、判決期日はね、再犯のね、えーれ、ちょっと待って、平成元年だったと思うね。11月10日ですわ。1の4並び。ええー。そこでね、こうやって言ってるんですよ。新規制早々の例外の適用を受けられるのはね、 自,自発的に世の中のために発表したような発明を救済する規定なんだと自発的に世の中のために発表した、ね、ところが出願公開というのは、ね、自発的じゃないですよ我々自発的に発表しませんよ仕方なくですよ、うん、だからこう出願公開制度というその、ね、システマティックにこう組み込まれた制度で仕方なく公開されています、うん だから自発的に世の中のためにとは思ってないですよ、正直 <laughs>、ね。特許権を取りたいがために特許さんしてますよ、ね。だからその趣旨にそぐわないんですよ、公開は。自ら主体的なあの考えじゃないから、ね。そういうことです。1の4並びね。じゃあ、祖言骨折。これは判例の道場でも一応扱いますけど、要するに三十条二項括弧の原動力となった最高裁判決ですわ。 ね、よーし、いくぞ、そうです。はい、じゃあ、皆さんね、23ページ見てください。いや、これはね、かなり重要ですよ。ね、いわゆる友倒れパターンってやつですわ。これね、口実にも出てますよ、ほら。見てください、パネル問題で。パネルディスカッションって感じですよ。ええー、ほーら。ねぇ、じゃあ、ちょっとやっちみる、裏地見るか。ねよし。ちょっと問題も読んでみるか、買ったりいいけど。 こうは自ら社員について学会誌 X に発表した日から1年以内に特許さん A をするとともに30条2項の適用を受けるための30条3項を適用に行ったよしじゃあちょっとねあかんだねんでいこうかまずね X 発表日から1年以内に A をするとそれからああの30条2項の手続き適用に行ったとここは安心していいですねで今度はおつってやつがおるわ は、えー、自らした、えー、発明について、この学会 CX。そうね、学会 CX は青で塗っとこうかね。うん、発表後。うん、えっ、ー、と、A の日前に B をしたと。うん、じゃあね、そうだな、まあ、E ク黒アンダーラインで行こう。ね。えーツは黒アンダーラインで行こう。B をしたと。また、A。えーえー A, A はちょっとあのアカンダラインね。の後に、の後に、えー、後に B について、出願公開されちょると。えー、で、A と B の奇数ね。A はアカンダラインにしとくよ。うん、A はアカンダラインね。よし。で、B は黒アンダラインにしとくよ。うん、さあ、どげんなるかっちゅう話ですわ、皆さん。ええ、どげんなっとですか、これ。 あこれもう共倒れですよね皆さん知ってる通りこれね A はもうだめですよ何でかというとほら学会誌あ違う A じゃない BB はね学会誌 X に発明を発表したあとに出願しとるじゃんけだからこれはねちょっと学会誌 X をね青で塗れば分かるようにもうその後ですよええー、ねだからねちょっとあの B の方からいきますけどね もう黒アンダーラインですよ。あ、B はね。黒アンダーラインでいくわ。はい。えー、肉一さんでやられるとです。肉一さんで一目散にやられます。えー、よーし行くぞ、そうね。そしてね、アカンダーラインとはいえね、これはこれでね、ダメですわ。うん。なんでかというと、ほら、A はね、B の抗がんですよ。A は B の抗がんで、B は公開されてますから、挟み撃ちにあってますね。だから、挟み撃ちの原理により、 ねえだから紫、ムラムラで塗っておきますよ。ええ、えはね、あ29条の2で拒絶されるとです。はいつまり、友倒れパターンです。ね、えこれ、本当にね、頻度が高いから、皆さん、ね。これはしっかりと押さえておいてくださいね。皆さん、この辺ね、口実のオンパレードですよ。ほらだからね、これ、1行問題対策だけど、本当にね、口実対策になるでしょう。ねえ じゃあちょっと赤んたらいんでね。はい。えっ、ー、と平成二十四年のパネルディスカッションの問題です。ええー、これはどげんな問題でしょうかね。ちょっと見てみましょうか。あ,あ、項の A はああね、項の B によって二十九乗の二で共通するか。ちょっと見ましょうか。項の A。ちょっと待ってね。項の A だから。うん。ちょっと赤で塗っていいですか。 こうの A。あかんだらいいんで。こうの A。うん。これですよね。こうの A。うん、で、オツの B ね。オツの B はあの黒あんだらにしますわ。オツの B。オツの B。あ、これあれやね。傍人すがんなんだね。うん。ああ、そうか。郊外クソを発明して、オツが傍人しょるんじゃね。なるほど。 でオツ悪いやつやけど、あのー、一応公開されてますよ。ねこれいい問題だね。亡人に対して29条の2の地位認められるかじゃあちょっと当ててみようかね。じゃあ4番目の人どうですか、うん、そうです発明者同一ですよね、亡人の場合はね。 だからキーレンジャーで塗っていいですよ。はい。二十九条のりで拒絶するか。されないもんだから黄色で塗ってるんですよ。ほらこあ、答えもね、黄色で塗っていいです。ほら、拒絶されないと。ねで、理由はね、ミドレンジャーで塗りますわ。乙は、この発明 X を棒にして出願しており、A と B ともに発明者はこうで同一だから肉一。違う、二十九条のりに。かっこいい,いいですよね。ああ。じゃあ次、難しいよ。 どうですか今度は39条1項で拒絶されますかどうですかいいですよ間違ってもいいから答えてみてくださいあそうですええうん、なるほど拒絶されないと私もそう書いてますねほらねあだからこれもね原則黄色で,いいですよただねちょっとね通り一遍どうではないんですよこれ ね、一応確かに拒絶されないって書いてますよ、私も。ね、で理由は、B は棒人素案で、49条75で拒絶が確定すれば千賀の地位がないからであると。ほらところがね、ちょっとおらんげですよ、家庭系。もっとも、B が、加、え、護、ー、登録された場合にはね、なんと残念なことにね、391で拒絶されてまいりますよ、えー、たとえ棒人でも。設定登録されてしまったら。 かわいそううなんだけどこうねされますよね、でも大丈夫です。こういう時のためにね何かありますよね。こういう時のためにあれがあるんですよ。ねはい。じゃあ次の P も行ってみましょうか。あ次の問題もねあの。これも平成24年パネルディスカッションな問題です。えー、ねやっぱりね、こういうね、口実の問題って頭の体操になるからいいですよね。はい。じゃあ読んでみましょう。コースが、A、は のの B の公開によって拒絶されるかその理由って言ってますけどねちょっと時系列見ましょうかじゃあこうはねあのいいやつだからとりあえずほら黄色であ黄色じゃねえわ赤アカンダーラインでねでオツはねあの悪いやつでしたねオツは悪いやつだから黒アンダーラインでクロアチアでねうんで出願もしとるわうんその後、ね、あとねこうがあの出願してるとおお ありがたいことにねね月以内ってて書いいますよ、ね、よしはい、これね、あの順番を追って考えるといいですよ、まず公開によって拒絶されるか、その拒絶理由また拒絶由で拒絶されないようにするためには土幣すればいいとかい,いはい後ろの方、どうぞお答えください。ええ。あ、真相例受ければいいと。 そうですねもういきなり答えてくれましたねはいじゃあまあいいですわじゃあ2行目をあの黄色でいきましょうかね拒絶流をリカバーするために土下すればいいとかいとねはい2行目その拒絶流で拒絶されるようにするためには30条以降つまり違反するコーチの真相霊の適用を受ける旨を記載した意見書を指定期間内に提出する必要がある50条これですよただ残念なのはね実は拒絶流も答えてほしかったんだよねほら その拒絶理を答えようだよな。ねそれ出願公開だから、あのあれ、肉、え、一、ー、さんを答えてほしかったね。肉一さん,、うん、公開候補は肉一さんですよ。ええー、肉一さん、49条2号ですわ。ええー、どうですか、皆さん。ねえ、うん、ほら、口実の問題って、ほら、バランスがいいですよね。結局これで あのあれ全部聞いてるんですよ。肉,肉の2、3、9、そして肉1、3、ね、と。だからね、結局、時系ル3点セットをまんべんなく聞こうとしてるんですよ。そういうタイプの問題が多いですよ。ねうん、だから論文の、ね、勉強しとってもね、当然、口実にも役に立つと。はい、皆さんね、安心してください。24ページ、出ないと思います。ええー、一応載せてますけど、多分出ないと思います。担当にも論文にも口実にも出た試しがありませんのでね。 ええー。ということで25ページ。ええー。これをやってみたいなと思います。ね。で、当然ですね、B ランクなんでやりませんけど、一番下、ほら、出ました。パネルディスカッションな問題です。ね。ちょっとやってみましょう。令和元年ですから、比較的ち最近ですよねああ。で、これね、あれですよ、皆さん。今年の論文にも役に立つ格くだったんですよ。うん あの今年、ね、あの去年のこの講座を受けた人が言ってましたが、なんかね、一行問題集に乗っていたやつとそっくりな問題が出ましたよって言ってね、あ,あこれかと思いましたねはい、こ、え、う、ー、は、うると業務委託契約を提携した、うん、で契約において、受託者乙つは、えー、委託者こに、えー、委託業務の過程でした発明の特許を受ける権利を承継させる旨を定めたと。ね まだちょっと色は塗りませんよ。で、E いはい、業務委託契約締結前におつがした発明であり、うんあ、そうですね、これはちょっと赤アカンダーラインでこう塗っ,とくっておくというね、E いはい、おつがした発明である、ね。じゃあ次、黒アンダーラインで、クロアチアでいきましょう。ね、ロは、おつがあ、あ、業務委託契約後におつがした発明でね。だからここは重要です、うん。この前、前を強調しますね。 前,、うん後うん、前後うん、なるほど、うん、あだからね、契約は黒でアンダーラインせないかんわ。うん、お通は、公、えー、に、委託の業務の過程で商社発明の受ける権利を承継させる旨定めたでしょ。うん、だからほら、あの契約後が黒ですよ。 ね、うんそういうことになるわな <laughs> ええー、はいじゃあちょっと皆さんね考えてみましょうこうは「い」の発明ね「い」ですよだからあかんだらんでいくね「い」についてうんこうは特許をる権利を有しますか契約締結前ですよねはいもう答えもう載ってるからいいわ 青でぬろうや。ノーですね。えぇ、ー、ノーですよ。はい。それはね、アカンダラインが理由です。はい。い,いわ、契約締結前の発明だから。ね。ああ。はい。じゃあ今度はね、ローだからね、黒アンダーラインでいこうね。ローについておいローについて。で、これはおいこうだからピンクにしましょうか。イエスイエスさね。うん。 イエスサーですよ。はい、で今度は黒なんだね、はい。これ契約締結5契約締結5の発明だから。ね、で条文もほら注目しなさいこれ。ねあのは。肉一柱っていうのは何の条文いわゆる発明者貴族の条文やね。ああで331は承継貴族の条文や。ね。発明者貴族、承継貴族ね。うんほらなんかね今年の論文に似てますよね。はい。 じゃあ今度はね、おツですよ。うん、おツはね、ロについての受ける権利を、あへいというね、新しいやつが登場しましたね。ただ、えー、ロですから、黒アンダーラインでいいですよ。ね、炉ですから、黒アンダーラインでいいです。ね、ああ、はい。じゃあね、よろしいですか。この場合、うん、こうが、うロについての受ける権利、うん、の、う 象形について定に対抗するためにはちょっと黒あんだらえね全部炉の話やからうん土減すればよいかねこれは何ですかいわゆるいわゆる何ですかえつまりねこうにも譲渡しとるし兵にも譲渡してるって話なんですよおつがねこうにも譲渡しとるし兵にも譲渡しとるって話なんですよそうです二重譲渡というええー、二0条とという話なんですよ ね、あだから、えー、っとどうすればいいかなちょっと待ってねそう,うはい、えー、黄色で塗った方がいいねだからねはいそう先に出問すればいい341ですよ皆さんまさに今年の論文本試験じゃないですかねああ、そういうことですよねでちょっといいですか あこれ黒アンダーラインでいくよ。兵があ先にあ出願しとった場合に、ね、あ最後は、ね、オレンジ行こうか。家庭系みたいな感じだからね。うん、もう本当はねあの、あれよ。兵の勝ちですよ。まあ、だけど、こうが、はい、オレンジ。牢について特許を受,受けたいと。同言すればいいですか。こ、ね、うん、甲はじゃああ,のあれしよう、ね。で、この場合、あのー 兵,をちょっとね、兵が今先に出願してるんでしょ兵が先に出願してるからね、うん。これもあれですよね、こうは今負け取るんですよ、うん。どうすればいいですかねこれだけじゃないと思うけどね。うん、答えはね、他にもあの取り下げ交渉とかある,あるよ。うんまあ、でもほらせっかく出願してるんだからその出願を生かすに故障となくないせっかく出願してるんだよな。 ということで、ああ、名義変更がおすすめです。ね、すでに出願しているその素顔を生かした方がいいわね。取り下げてまた再出願とかするよりは。ね、331と344ですよ。おなじみね。もう本当ね、今年の論文に似てるね。まあ344は聞いてないけど。ね、いい問題ですよ、これ、うん。GP に認定しておきますわ。ね、いい問題だったから。うん こう,こういう問題ね、本当ね、あのー、口述式ですね、うん。はい、じゃあ次いってみようかね。ああ、共同発明ですよ、皆さん。共同発明ね。これはね、もう出典がね、特許法外説しかないんですよ、吉藤先生の。もう本当にね、まあ、これを差し終えて他にないっていうぐらいですわ。吉藤 P、岩名岩屋。うん まあ一応ね、あのー、なんていうかなあ、共同発明って何ですかみたいなねぶっきらぼうなし問もあるかもしれんからね、一応やっておくわ。共同集めというのはね、2>, 2以上のもの、うんあのー、複数のものでもいいです。ええ、ええ、実質的に協力し、成立集あ、うん、だからねここ、アドリブでこういうのでもいいよ。うん 二乗のものによる実質的な協力を得て完成された集めですと。これ目はね。二乗のものによる実質的協力を得て完成された集めですとああ。はい。で、重要なのはね、これですよ。あの、これ、平成25年の論文本試験に出てます。ね。もし理想源で見とくんだったら、これがおすすめですね。これを差し置いてないですよ。強度集めのいい問題は。ええー。じゃあね、皆さんね。 着想の提供というのをね、ピンクで塗ってみてください。着想の絡みのところね。ほら、着想新規新規。ねえ、よし。で、具体化はね、キーレンジャーで塗ってくれ。着想具体化。ね、ほら、自明でないところね。あー。で、今度はね、オランゲで塗ってくれ。一体的連続的な協力関係。 これはねバズってるんですよ。2人がバズってるんですよ。ね。着想提供者と、えー、自明でない具体化をしたものが一体的連続的な協力関係ね。うん。そうすると強度集めになるんですわ。ほら、強度集め。ね。うん。でも、あの例えばね、ケース2っていうところを見てください。着想は新しいけども、具体化がパッとしないと。うえ。 そうすると発明者は着想を提供者であるピンクな人があ<ー>発明者になるし着想は高知だけどもあの具体化があのなかなか大変だったとそういう場合には、えー、具体化をしたものが発明者になるというね、えー、こういうあのこれがね共同発明の知識ですわ。ねえうんどうですかい うどん。でですかいですかよねうんはい。ということで、あとはね、まあ、あの自明でない具体化をしたもの、あまあ、その前に新規な着想を提供ね、で両者の間にあ一体的連続的な協力関係というのはもうあの、その3つのキーワードが必要だというのは分かったんだけど、だめだめシリーズも一応やっとこう。はい。単なる管理者、補助者、講演者。 これは共同発明者になれんぞとね。もしかしたらそっちの方で出てるかもしれんからね。はい。そしたらね、今度はね、特許受ける権利の共有に行ってみましょうか。<laughs> 特許受ける権利の共有、右側です。まあ共同発明とあリンクしてくる話ですけどね。あ共同発明であるがゆえに共有になりますから。 ね、ちょっと共有というところに重きがありますよ。ああ、そしてなんといったってね、皆さん、ほら、三々サ,サタデーですよ。ね今日はあのサンデーですけどね、三々サ,サタデー、口述でてます、ほら、平成26、口述さん。ねえ、よし。はい、じゃあ、ちょっとあのミドレンジャーでね、理由付けを塗っておきますけんね。はい、10日資本。 技術者遺憾によっては他の共有者の持ち分価値も著しく違ってくる場合があるこのような結果が生ずることを防ぐためほらね資本義遺憾た持ち価値がですよね、うん、ちょっとあの語呂合わせのところをね塗ってみますけど「資本義、はい遺憾た持ちかがねこれでいいんですよ。 資本気いかんた持ちかち勝で,、ね、でついでにほら7十三条一行の趣旨も用に取るからねあ一緒にやっていくと効率的ですほら「資本技いかんた」有名無実じゃなくて持ち家変か資本技いかんた持ち家変ね持ち家変でもいいけどねああそういう感じなんですよねで今度はね344も重要ですよあごめん334 ね、334335、ね、までいけばね BMW ですけどね334で終わってしまってますね、はい、えー、っと「資本木いかんた有名無実」「はい資本木いかんた有名無実です、ねそう」ですねええそうでここでね時々こういう質問があるんですよ先生そのなんだ三三サ,サ,サタデーの方は資本木いかんた持ちけへんね えー、こっちの方は有名無視です、ね、なんかど,どっちも同じ共通パーツで、ね、いい良さそうなもんだけどなんで言葉変えてるんですかと、はい、これは、ね、身分の違いがあ影響しますえつまり三三さ,さてでの方はですは、ね、特許を受ける権利の一点でしょだから身分が同じなんですよ全部同じ身分のもの同士の関係なんでその持ち分価値持ち分割合的な話になってくるんですねっ ところが334はこれライセンシーですよね、うん、つまり仮線とか仮通といった身分の違うもの同士の関係になっていますだからあ割合の話ではないんですよこれはねつまり身分は低くても実質的にそっちの方が上みたいな感じなんですよ分かります身分的にはほらあライセンシーの方が低いですよ形式的にはねでもそのライセンシーが超やり手なそのね製造業者でさ もう製造能力もあるし販売能力もありだとねその出願にを上回るこのねあの利益を得てねあのこの野郎あのライセンスしなかった方が良かったわなんてこともあるわけよ。ね、契約のし仕方失敗するとあ,のあるんですよそういうことねね、うん、売上連動にすれればそね。それはあのね あのめぐりめぐって自分の利益になるからいいけどさ、ね、イニシャルコスト型とかにやるとさあの、もうなんていうかね、あっちゃーみたいな感じになるんですわ、ねはい。そういうこと言ってるんです、有名無実ね要するに、ライセンシングの方が上回っちゃうことがあるから、実質的にはい、そんな感じですね。うんはい、よし、じゃあ次、っち見る,裏地見る、裏じみる。じゃあ28ページやねあ,あのね。 えー、あ14条ね14条はあんまり出ないけど一応やっとこうや、うん、14条っていうのはねあのちょっとネガティブな規定なんですよねな何でかというとほら不利益行為という観点から規定されちょるで、うん、つまり14条に列挙されてる行為って不利益行為ですもんね、うん、勝手にやってもらっちゃ困りますよとうん こういうい端的な答えがねなかなかこう知ってないとできないから、うんえーとね、次ね、ねこれはあのねあの今年の本試験出たわけじゃないけどまあ似たような感じ虚作服、衣装で出ますよね拒絶、親切に対する取り消し訴訟ね、えー、これはねピンクでぬっとウエス特許を受ける権利共有にかかる場合虚作審判、共有じゃないといかんかそうですはい、えー、ですね条文を理由付けにしてください。うん これねあれですよ14乗でもいいしね132乗3考でもどっちもいいですからねどっちも理由付けになりますよどっちもどっちって感じですねうんそしてね皆さんね次の説を見てくださいこれはね出たことないし見たこともありません私が勝手に作りました何でかねやっぱりね道の問題が出る可能性があるでしょ 道の問題が出たときにどう答えるかが進化が問われるところですよ、皆さん。ね、だって損害賠償とは出とうとあるでしょ、保証金は出とうとないですよ、はい。でね、これはね、土げするかっていうとね、黄色で塗りますわ。C ランクだけど、やっておくわ。C ランクだはずですよ、だって出とうとないんだから。でもね、やっぱり現場思考型をあの問題に、ね、強くなってほしいという気持ちがあります。ね 皆さん実務家になればわかるけどね、答えなき道を進むんですよ。ねお客さんもね、自分で答えが出せる相談なんて来ませんよ。うん、やっぱり答,答えがないやつが相談できますから、我々も大変だよね。まあでも、それでもあのベターベストなことを導き出して提供するのが我々の仕事やからね。はい結局ね、他のあれと一緒よ、損害賠償とかと、保険券もね、単独で過分再権いけますよ、単独で。うん で理由付けは、ね、この2つ金銭債権で過分債権、うん、この2つのキーワードを出せばばっちり地理です、えーうんまあ、一応あの欲張って、ね、根拠条文まで答えるんだったら民427、ね、知らなくてもいいけど過分債権の根拠条文、ね、まあ実際の民法を見ると分割債権って書いてるけどねまあ過分債権でいいですよ。うん、ね どどううでですかいうどんですかかん、ね、今度はね仮線仮通ですよ皆さん仮線仮通得意でしょ、ね、ちょっとあのー、ね色を塗ってもらっていい仮線、はい、はね赤がいいねできればよない人はオランゲでもいいわ仮通、うん、はね黄色のイメージですねいずれほらあの通、ー、になるからまあこんな感じで塗っといてよ、うん まあだからねこれマジでね、青本に書いてあるんだけど、あのー、仮線はこういうふうに言ってるんですよ。ちょっと赤蛍光ペンね。何してオレンジとか赤アンダーレンでよ。出願段階における独占的ライセンス。はい、仮つはね、出願段階における非独占的ライセンス。非ですよ。非。非独占的ライセンス。ねえ。一回やってるかやってないかでね、違いが出ますよ。 独占的ライセンス非独占的ライセンス青本でマジで言ってますからねじゃあ今度は理由付けね皆さん理由付けだからああミドレンジャーでいこうやうんちょっと俺も見ないで答えるね久々だからああこれあれじゃない語呂合わせでいきますよ知財を取り巻く実態不明来活活発保護ニーズですよほらねあ,あ知的財産を取り巻く、ね、産業界 の実態を踏まえ、ライカツ、ライセンス活動の活発化、うん、およびライセンシー保護のニーズです。ライカツ活発保護ニーズ。ね、覚えてください。ね、ライバックじゃないですよ。ケーシーライバックじゃないからね。沈黙の戦艦シリーズ、スティーブン・セガール・フンスルね。ケーシーライバックじゃありませんからね。はい。で、えー、出願段階に来るライセンスにかれる特許上の。あ、これはまあ一応ね、あかんだないんで。 ああ出願段階ですよ、あくまで。平成20年改正ね、あの聞かれないと思うけどね、一応、何年改正ですかっていうのが出るかもしれんから、20年改正ね。で、仮線は赤ですよ。ハリセンボンじゃないからね。えー、で、仮通ね、黄色です。よーし、OK、オーゲリックですね。はい、ああまあ、そんな感じですよ。 えーえー、それでね、一応ね、次、B ランクなんだけど、一応やっとくわ、なんでかというと、やっぱりね、あのー、前、登録制度があったんだけど、なくなったんだね、ほら、ちょっと黄色で塗るよ、ほら、えー、っとね、仮2の、はい、ここから青蛍光ペンにするよ、ね、登録制度をなくし、はい、で、また黄色、当然対抗制度にした理由。えー これはねこういうことですよ。ねうん、緑ね。通常自試験について登録が困難な事情が同様に当てはまるからです。ねただ、とはいえ、じゃあなんで通常自試験登録なくしたんやっていうところになるから、次はここです。手間やコストなどの理由により実務上、登録が困難になってきたいうこと。ねそういうことですわ。うん。はい。じゃあ次ね。 今度はね、はい、589ですよ。さよさの589ですわ。さよさこ、宮迫でおなじみのね。さよさこ89。ね。これね、全部同じ理由なんですよ。さよさこ、宮迫ね。これは要はね、あのー、ほら、国内優先権とか変更するというに、仮通がくっついていくぞという条文。それの理由付けです。ちょっと俺も見ないでくださいね。実施の継続、確保のため。 でしょうかやっぱそうやね仮通実施権者の実施の継続確保のためでしょはい黄色であ緑でよ仮通常実施権者の実施の継続確保のためですほらねそれだけの理由なんですよ実施の継続確保のためなんですようんでちょっとねコメントを見てくださいこれねあのあ一応書いとくかこれあのねちょっと細赤かなんかでね細赤 で書いておくよこの5が国内優でしょ。ね、で89が変更ですわ。さようさ、ん、こが国内優先権で89が変更あのあの得かあい,いから得くとか実から解くね、うん、変更なんですよ。でよけよく考えるとあれ分割はっていう話になってくるわけああそれがここにコメントをされてます。うん 分化すると分割がんに仮実施権が付随してくる旨をあ規定した条文として、さよニコとさサよさサ67があるんですよ。ね、ちょっとこれ赤で NT、アカデンティなぜかというと、これ仮線の条文なんですよ、さよニコは。ね、あで、さサよサムとさよ37、さよ37、これは仮通やから黄色でいいです。でね 実はねねこれ質問があったんですよ、ね、あのちょっと黒アンダーラインでさこれらについて青本見てもね理由が見当たらないんですよ。確かに俺も探したけどええええしかしだからといってねあの気の利いた理由も思いつかないんですようんだからねこれもあのあれでいいよ実施継続確保のためでいいですよええまあじゃなかったらさつけないわけだわざわざねうんそうでしょ やっぱり実施してもいいようにくっつけとるんやと思いますよ。うん、あとはね、えー、これでもいいともね手続きの簡素化のためでもいいんじゃないですか、うん、だってくっついてくるということはあのもう一回この許諾設定をする必要がないということでしょ手続きの簡素化のためやね、うん、ユーザーフレンドリーとかでもいいわねそういうことよ、ね、これも現場思考ですよ、ねえー じゃあどうしましょうか皆さんここで一つねあの休み時間でも取りましょうかね皆さんもちょっと疲れてきた頃でしょうからねじゃあ10分間ね休憩を取りましょうか、えー、じゃあ,あーの何か質問があればね、えー、どうぞって感じではい休憩はいじゃあ皆さんあー35条ねこれもねよく出ますああじゃあまずは あの職務発明といえばやっぱりね趣旨なんですけどその前にね私はこれもやっておいてはいいと思います。ああ35条は何について規定するかっていうね、まあ、もちろんね職務発明についてですって答えればいいのかもしれませんがあ,あ,あのー、それでダメですよと、ね、足りませんと言われたらどう答えるかええー、これはですね あの皆さんね平成25年のね平成25年の過去問で出てるんですよじゃあこれねこうやって塗るといいですねまず、あのー、1行ですけどはい従業者等の下発明についての取り扱いねこれはねもうズバリ言っちゃうと35条1項なんですよ うん、で次ね、あのー、オレンジで塗るはね、と、えーはい、りわけ受け犬・寄贈関係、ね。これはね、サコニさこにんなんですよ、35条の2項3項なんですよ。うんうん、そして次ね、うん、黄色でいくよ、使用者等から従業者等への相当の利益付与。 ですねこれは「しごろな」ですわ35条の「しごろな」ええー、ほらこれで全部です全部網羅してるんですよ実はねえ、うん、うまいこと言ったもんですねうんはいじゃあね「十八取十八取取り」とりわけ受け犬貴族関係 市からへの総利益へ付与、ねまあ、要するにね通常自治権でしょこれ1個はでこの2項3項というのはね原子使用者等帰属とか予約承継とかそういう規定ですでこの黄色がねお金絡みはねまあお金だけはないけど相当の利益と言ってますけどそんな感じですはいじゃあ次にねあの食、ー、末名だよ、ね、これはもう皆さんねしゃかり説法ですけど一応ねあのキーワードだけ 従業者と業務範囲、現在過去の職務、どれどれかじゃなくて、全部ね、全部満たせば職末めはい、そして35条の趣旨ね、これはね、あのーあ、論文試験にも出とうたあるんだけど、25年の特実位置で。出典はね、吉藤の短縮版です。はい 吉富士短縮版です。ね。あのー、実際はね、超長いですよ。実際はね。でも長くてもほら、皆さん、覚えきらんでな、短くしました。はい。えー、っとね、じゃあ、どうしようかな。まずはね、えー、まあ、アカンダラインでいくわ。はい発明の大部分は、企業の従業者によるもの。ね。 どのように保護するかは産業政策上極めて重要な問題。あでね、今度はね、待ってくれよ。うん。ああ、これはね、青がいいね。うん。青蛍光ペンか、青のペンか、黒のペンがいいよ。しかし、この問題を労使間の自由な取り決めに任せると、労使間の力関係に左右され、時には使用者の利益が返調され、時には従業者の保護が厚着にすぎることとなる。 ねえー、つまりね、あ,のあれよ、普通経営者の方が強いけどね、あの会社によっては労働組合がめちゃくちゃ強い会社もあるからね、もう労働組合はね、あのなんかね、なんか人侠団体かと思うようなあ、そういう組合もあるからね、うん、そこで、使用者および従業者が果たすそれぞれの役割貢献、はい、この辺はね、緑がい,いです。ね うん、要するにバランスやねほら公平に考慮し産業の発達いう公益的立場から両者の利害の調和を図るべくそして最後にピンクで食務集め制度を設けたとねえこんな感じで革命ですようねえまあ公平の見地はねあのベースにあるのは公平の見地ですはい じゃあちょっとね、B ランクはと飛ばすけどね。あただ、ね、やっぱりね、その従業者等とか業務範囲は言える,言えるようにしておいてほしい,いですよだから、ね、ちょっとあの塗っときますから、ね、従業者等とは、ねえはい、ピンク、使用者等との間で労働に対する報酬の支払いを条件とした雇用関係にあるものです。ええ ああじゃあ使用者はねちょっと黄色で塗っていいですか。使用者、はい C ランクにしてますけどまあ C ランクにしてるのは何でかというとね別に条文見れゃ書けるんですよ、これは、うん。他人を雇用する自然人法人国または地方公共団体。ねはいじゃあね業務範囲どれでいきましょうかこれはねあのー、ちょっと待ってくださいね。あ これ私の個人的な好みでいきますと、豊崎説がいいです。はいこれね、オレンジに塗りますよ、豊崎説、はい。客観的に業務遂行と技術性関連性のある範囲を言う。えー、これですよ、うん。ただね、これ、あの嘘なしで、本当にあの吉藤先生の本にこう書いてあるんですが、うん、ここにね、一言加えるとよりベターになります。うん、客観的に ここにね、使用者等のって入れるとねよりベタになりますよ。使用者等のほら客観的に使用者等の業務の遂行と技術関連性のある範囲を書くと非常によくなります。ね。はい。まあちょっと俺中山先生の説あんまり好きじゃないんであのでも好きな人は何か塗っといてもいいですよ。 あじゃあ好きなじゃない理由も言っときます。あの中山説を取るとね、迷うんですよ。迷うんです、広すぎるから、ね。今やってなくても将来やる範囲も OK だなんて言ってるでしょ。そうすると迷っちゃうじゃん,、うん。だから俺は豊崎説の方がいいんですよ。客観的にほら今、今の現時点で客観的に見て、消費者党の業務遂行と技術関連性のある範囲を言うだから、迷わないんですよ。うん、だから俺は客観説が好きですね。はい、じゃあ職務。 職務はどの色でいこうかな職務って従業者等の職務だからまあピンクでいいわはい職務とはね従業者等がはいこれは黄色がいいかな使用者等の要求に応じて使用者等の業務ストップでここからピンクの一部の遂行を担当する責務です ええ、使用者等の要求によって使用者等の業務の一部。ええ。だからあの、なんていうか、皆さんもね、会社にお勤めの方は、あ業務の一部を担っているわけです。業務全般というよりは、業務の一部を担っているわけです。なので、それが職務とああいうことになりますね。はい。じゃあね、まあ,あの、飛ばしてもいいんだけど、一応ね、こういう問題が出るかもしれないじゃないですか。だからちょっと、青で塗っていきますよ。ほら。 経理や人事を担当する責務も職務といえますかとどうですかねこれはねあのー、含まれません含まれないが答えですええなぜかというとはい緑35条の職務はある程度発明活動に関連を持った職務に限られるので うん、だから要するに技術的な職務じゃないと職務じゃないということよ。ね。文系的な職務は職務じゃないと。はい。そんな感じですわ。ね。じゃあ次ね、下の方に A ランクあります。ね。ちょっとあの、ふと、ふと四角で囲ってないんだけど、A ランクです。はい。これにいきます。黄色で塗ってください。サコさんです。サコさんですね。ニュースキャスターのサコさんですよ。ね。あ、うん、これ結構出てるわ、ほら。 平,あ違う平成30年 R1 口述と出てますよ、そろそろ口、ね、述でも理由付け聞かれるかもしれません、はい緑特許を受ける権利が共有にかかる場合の問題や二重譲渡問題といった権利貴族の不安定性問題解消することを目的解消目的です。ね 特許を受ける権利が共有にかかる場合の問題二重譲渡問題といった権利貴族の不安定性問題を解消することを目的としていますええそれであとはねこうやって塗ってくださいねあのまずはピンクね従業者等がした職末名についてはい黄色特許あ契約等においてあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めた時はええはいピンク その特許を受ける権利ははい、黄色その発生時から使用者等に帰属するねいわゆる原子使用者等帰属と言われてますねちょっとあの赤ででっかく書いてみますよね原子使用者等帰属と言いますあの 問題文にもね、そうやって書かれていたことがありますからね。原子使用者等貴族ね。ええー。そんな感じですよ。うん。よろしいですか。はい。じゃあ次行ってみましょう。今度はね、32P ですよ。ええー。えー、っとね、あの、ちょっと待ってくださいね。 えー、これ B ランクだけど一応やっておくわ35条4項何について規定しますかと、ね、これはね確かねオレンジで塗ったんじゃないか俺とりわけ受け犬・寄贈関係あ違うか黄色で塗っとんのか、あのー、これはねどっちのほうがいいかなこれピンクのほがいいですねなんでかというと、あのー、従業者が受けるので相当の利益 ちょっとピンクで塗っといてください相当の利益ね、うん、でこれね相当の利益っていうのはね平成27年改正でそうなったんですようんで理由付けもちゃんと書いてますよここにねちょっと緑で塗っていいですか企業戦略に応じた柔軟なインセンティブを施策を講ずることを可能とすべく金銭に限定せず金銭以外の経済上の利益を与えることも 含まれるようにするために相当の利益という概念にしたんです、ねああで。例えばね、こういうのでもいいんですよ。ちょっと具体例だから黄色にするけどね、ああ留学の機会とかストックオプション、ね、あの株,の儲か株の儲けの,あの利益ね。うん、で、えー、これはだめです。ほら表彰上 あんたは偉いとか言われてもね全然うれしくとも何ともないですもんね、うん、俺も今振り返るとねうれしくなかったなと思いますね俺あの小中学校で卓球が強かったんですよ、ね、表彰状がもう100枚以上ぐらいあるんだけどねあのあよく考えたら金目のものもらってねえわと思ってね <laughs> まあ子供の頃ですからねしょうがないですけどね、うん、表彰状ばっかりでつまんねえなと今振り返るとはい。 えーっと、えー、何これ ?B チで。<laughs> 俺が質問したいわ。ああ、分かった。B ランクで注意せよだ。ちょっと待ってね、何だろうな。では、職務発明以外の発明について、えー、特許を受ける権利を取得させた場合には相当の利益を受けることはできないか。ああ、あのね、これはね、以外っていうところを青で塗ってください。以外、職務発明以外。ねだからね、 食末名以外だからあの、ダメって答える人がいるんですよ、結構。食、うん、末名以外は相当の利益を受けられないと思ってる人がいるんですよ。そんなことはないです。ね。えー、っとね、どうやって答えようか。ちょっと出だしは黒あんだらインね。はい。35条4項の規定を待つまでもなく、はい、ピンク。当然に相当の利益を受けられる。よーし。そうなんですよ。うん。 だから35条4項に依存しないというところがポイントです。ね職末目以外だから。でも、受けることができる点に変わりはないんですよ。うん。ああ、次もやっとうか、B ランクだけど。ね。あのね、あのなんて言ったらいいのかな、あのー、出る可能性ありますね、口実だったらね。不合理性判断基準ってやつ。不合理。はい、ちょっと青で塗って、不合理。ね。 不合理の判断基準ね。うんいきますよ。うん、えー、っとね、これはね、こうやって塗ろう。競技の状況、ピンク。オレンジ。開示の状況ね。オレンジ。はい。で、えー、意見聴取の状況、黄色。はい。ね。そして最後に緑。手続き面重視。そうです。ええー。 つまりね、額の面ではないということです。ね。不合理というと、どうしてもね、額が安い、高いに、あーのー、目が行きがちなんですよ。うん。あ、ここに書いてあるじゃん。次の説問も見てくれ。いいか。次の説問も役に立つよ。はい。ちょっと出だしはね、黒。実体面よりも、はい、赤。手続き面。ほら。これを重要視するのはなぜかね。うん。で、緑ね。理由だから。 うん、それはね、こういうことですよ。実体面を重視して不合理性を判断することの現実的な困難を回避し、私的自治に対する過剰な介入を防止するためです。指摘自治に対すするる過剰な介入を防止するえこれはどういうことかというとねあの、こういう言葉聞いておたりませんか。ね 警察、家庭に立ち入らず。と警察家庭に立ち入らずこれはどういうことかというと、ね、親が子供を叱って殴ったりしてもね、警察、<laughs> 雑談になりませんよそ。それは殺したりすれば、ね、なりますけど。うん、であとあの、ね、夫婦間で夫婦喧嘩で皿飛ばしたり、ね、しても警察来ませんよ。ね、これもあの殺したりしたら別ですけどね。それというでいですよ。 あの会社でで決めましょうよと労使間で、ね、そういうことですよつまり私的自治の原則ですよ私的自治の原則で原則だからそのなか外部外部からねああだこうだその、えー、指図する必要はないとそういうことですあとは学はきあの難しいってことはねほら実体面実体面を重視して不合理性を判断すること現実的には困難なんですよええー、やっぱね いいいくらいくららっていうのは難しいんですよああやっぱりそのね会社の業績とかにもよるだろうしその業績も良かったり悪かったりする年はあるだろうしねうんそうだからね不合理性判断基準協会長って覚えてください協会長ね協会長です賭博会長トりではありませんねはいじゃあ次行きましょう、えー、次はね えっと35条6項はね、これはオレンジですよあー、これ C ランクだけどね、まあ、ちょっとやってみます、一回、うん、35条6項ね、これは珍しい規定ですよ、経済産業大臣が出てきますから、うん、そうじゃないですか、ほら、経済産業大臣がこう指針を定めて、えー、公表する旨、規定したってあるでしょ、うん、これはね、あのー、理由はね、不合理性にかかる、 法的予見可能性を向上させるためという独特な、ね、理由なんですけど、あのー、これ、ね、どこで見ればいいかというと、ねあのー、私は書いてますよと、えー、35条第6項の指針というやつが、ね、特許庁のホームページに載ってますから、えー、でこれは何、ねあのー、て言うか、ねえー、大企業は当てにしません。えー、大企業はもう独自の、ね 職務発明規定がししっかかりしてますから、うん、逆に言うとこの経済産業大臣が定める指針というのはねむしろ大企業のそういうものを参考にしますええー、だからね大企業を当てにしないんですよ、うん、あの中小企業ね中小とかこれから立ち上げる企業なんかがこういうのを見てね職務発明規定のその相当の利益をどうやってね定めるかを参考にするんですよ ねまあ、私もあの中小企業の,あのななんですかそういうのの,あの取り決めが分からんからねちょっとあの面倒見てくれやみたいなあ仕事を請け負ったことはありますけどねそうそうだからこれがなかったころですけど俺が関わったのは今だからこういうのを見て,もうなんていうのコピペみたいにして作ればいいんですよはいさあ次、うん、次はねえー、っとあのー、はい で相当の利益はね、あのあちょっと待って、これね、C ランクだけど、これもやっといてはいいな。うんあの、一番上、33ページの、ちょっといいですか、まず青で塗るよ。相当の利益についての定めがない場合、えー、相当の利益を与えることは不合理と認められる場合。 ね、はいで今度は赤におけるあ相当の利益の内容をどのようにして定めるかこれを規定したんです、ね、ちょっと赤でより強調しようかほら相当の利益の、まあ、内容というかねレベルというか、うん、まあまさにあれよ中小企業よ、うん、まあない場合は当然作らないかんしね であっても不合理という場合があるでしょ。で、次に進むんですよ。次の説問に関わってくるんですよ。ね。ほら、どのような事情が考るされるかと。ええー。で、語呂合わせがあるんです、これも。学府庫処遇、その他事情。ね。で、これはね、あの、何色がいいかな、ちょっと待ってね。これ、中立的な色の方がいいかもしれんね、オレンジで。うん。これね、裁判所が中立的な観点から、あの、 だからねあのー、そうそう「by 裁判所」って書いておくといいよ書いてないけど条文には、うん、もう要するにね裁判になった時の規定だと思えばいいんですよねっ楽、うん、処遇その他事情を考慮して定めるあの要するに会社側がどれだけ従業者に対してね何か与えてるかと、うん、だからさ過剰に与えてもしょうがないわけでうん <laughs> ほうあのボーナスに反映しとったらさ、もうそれで十分じゃんという場合もあるし、<laughs> そういうことよ。はい、次、あの、口述です。はい、口述権ね、いい問題出てますよ。パネル問題です。ね、ほら、パネル問題、R1。ちょっとやってみましょうか。ね、いいですかはい、使用者公のあ従業所通は、 食末名誉を完成させたたるから、こうやって塗るといいよ。使用者はね、黄色で塗るといいです。従業者はね、ピンクで塗るといいです。食末名誉もピンクで塗ってください。はい、じゃあ、説問1。食末名に関する契約勤務規則がない場合。うん。ない場合だから、青ペンか黒ペンがいい。ああ。はい。で、こうは、こうはだから、ああ、黄色がいいね。 はい職務発明いいわ、ピンクはいいね。うん、でもよ、おい、あのあれがないんだよ、勤務規則が。ね勤務規則ないよ。ということは、受ける権利もないよね、ほら、ない。だから青ペンでいいよ。うん、について、特許を受ける権利を有するか、有しない。ねこれはね、あのあれですよ、あのー、まあ、理由付けだけど、ピンクで塗っていいですわ。うん 従業者をいに原始貴族括弧発明者貴族になるからです、ね。刑事貴族じゃないですからね、刑事貴族は水谷豊とお、ね、寺島なんとかでしたっけ、寺脇だ。ね、はいじゃあ次ね、えーっとえー、職務発明について、えーにえー、特許を受ける権利を承継させる旨のこうだからあ、これ黄色ね黄色がいいですよ。これは黄色がいいです こうは、こうはね、ちょっとピンクも使うよ。職務発明についての特許を受ける権利、ストップ。はい。で、黄色。お有するかええー、で、今度はオツ。オツがお、オツ、一瞬ピンクね。オツが。はい、今度は第三者登場しました、オレンジ。第三者、え兵に。 胃についての受ける権利を承継、あ、譲渡していた場合、ええ、こうは、あはい、オレンジ、兵より、ええ、より先に、はい、特許戦をする必要あるか、どう思いますまずね、まず最初の説問ね、受ける権利帰属しますかあれがありますよ、胸が。ほら、帰属させる胸がありますよ。ええ、ほら。 ね、ということは、もう、有しますよね。ということは、ここはもう原始貴族ですよね。うん。だから、あのー、あれですよ。えー、まず、有するか。あ、有する。あ、俺ね、待ちっとって言った。これ、原始貴族じゃないわ。うん。承継貴族だった。ごめん。ほら、承継、承継の契約です。貴族じゃないです。すいません、社。うあ承継です、あくまで。うん。だからね。 これねこに反対解釈は政府ですよ、これは承継だろうがあの原資取得だろうが通用します、こうはああの兵より先に、えー、はい、ね、特許戦をする必要があるかないかと言われるとあります、えー、はいで理由は緑ね、理由緑。 受ける権利の承継については特許素願が第三者対抗要件になるからつまりこれね二重上等になってるんですよ、ね、二重上等になってるんですよこれだからこうはあのー、結局平和利先金に特許さんをする必要があるのであかんだらにしておきますけどこれちょっとねどっかこの辺に書いておいてくださいこれね二重上等のケースですよ 二重譲渡のケースですがねああちょっと俺もねあの一瞬その見誤りましたねそう多分次に出てくるんですよこれやっぱり問題もねうまいこと順番に作ってるなって感じです、ね、次が原資取得ですよほらねああの黄色で塗っていいですよはい職務集めについてうにあ特急受ける権利を原資取得ほら ねこれぞまさしく原子取得。ああはい。で、これはもうね、もう完璧に黄色で塗っていいです。なぜか分かりますもうピンクの余地がないですよ、俺ああ。原子貴族だからですよ。ねうん。だからほら、もう答えも一行目ね、全部黄色で塗っていいです。サコさんですよ。ニュースキャスターのサコさんですわ。ねで、オツ。ここはね、ピンクで塗りますわ。 おつがはい、でオレンジ、第三者出てきましたよ、えー。第三者兵に胃についての特許受ける権利を譲渡していた場合、はい、黄色、こうは。はい。で、オレンジ、兵より先に。さあ、どうでしょう。特許参をすべきでしょうか。ああ、兵より先に特許参するせあるでしょうか。これ、二重状態ありませんよ。原始取得やからね。 ということは、ああ、先に出願する必要はないですよね。もう勝負ありですよ。うん、ほら。だから黒か青のアンダーラインでいいわ。ね。はい。ちょっと青アンダーラインにしとこう俺ね。こうは、平洋に先に、特許算をする必要はないですええー。理由はね、職末名についての、受ける権利が、ね、原始使用者等貴族、佐コさんとなる関係上、 兵の素は497で拒絶され、その確定により、洗顔の地位を喪失するからである39条5項本文。これ、今年の論文にも似てますわね。今年の論文のなんだ問題1の説問1の括弧3ぐらいで。ねえ。うん。あこれありがたいことに令和6年の問題載ってますよ、ほら。おりどうですかよ、ほら。 ありがたいことに、うん、ちょっと見ましょうか、せっかくだから、ね、従業所はピンクで塗っときますからね。うん。で、こっから黄色にしておきますか。これ、どうもね、原子貴族って書いてますよ。だから黄色で塗っていいです、ほら。うん。で、次、R4 の3月に、後者は、えー、っと、 えー、受ける権利を兵に譲渡したああそうですかじゃあねちょっと待ってねえー、っと受ける権利をはいオレンジ、えー、兵に譲渡したとうんそしてまあいいわそこで止めといてくださいで今度はあこれまた黄色でね4月に後者は受ける権利をああ手が出てきたね しょうがないね。じゃあ赤にしますわ、しょうがなく。皆さん赤がなければ緑とかでもいいけどね。手に譲渡したと。うん。で、ここですよ、問題は。見てください。ええ。この平と手に譲渡、あのー、しとるわね。これぞまさしく、おい、二重譲渡やないですか。これ、二重譲渡ですね。うん。 でそんな中ね、後から譲り受けた帝の方がね、先に出願しちょるフルシロフですよ。ほら、だから帝の勝ちですわ。うん、帝の勝ち。という問題でした。うんうんうん。でね、あのー、オツはね、ほら、もう原始使用者と貴族になっちょるから、暴人なんですよ。だからもう、これはね、鼻から青でいいです。 ほら、こういう問題。これいい問題だったですね。今年の過去問ですよ。まさに今年の過去問って感じ。ねえ、いい問題でしたね。じゃあ次、あっち見る、裏地見るか。うん。お !C ランク、B ランクやね。B ランクが多いね。全然ないね。うん、そしたらよ、ちょっと面白いので、あのー、これやってみようや。ね。 あのー、ほら35ページの一番下ねマルチマルチクレームですよねこれは面白いかもしれんなはいこれ知らん人多いから他はもう釈迦に説法だと思うんではいマルチマルチクレームちょっと珍しいから紫で塗っとくよない、うん、しはおでもいいからねこれはねサブ六ッ64はい違反として 拒絶されるです、うん、ただね、ちょっと施工規則だから、オレンジも使っとこうかね。はい、伏見っ子。マルチマルチクレーム、伏見っ子です。ええ。で、マルチマルチクレームがもしわからん人はねあの、YouTube でマルチマルチクレームって検索すれば、多分俺の動画が一番トップに出てくるから、まあ見といて。うん。まあ、マルチクレーム。 もういっぱい,い,っぱいたくさん弁理士が動画出してるわうんまあどれでもいいよだからねまあ俺のが多分一番上に行きますけどはいあとはねちょっとこれアドバイスだけで終わるんだけど何気にね口実出てるんですよほら見てくださいやらんけど B ランクだからほらね27年か、うん、R も出とる、ねほらね、まあちょっと偏ってるけどねこの,この辺に偏ってますよ意外と口述出ますねでもあの条文自体は簡単だなうんねマルチマルチクレームはまだ出たことないからねうんまあとりあえずは俺の動画見といて知らん人はね うん、あのなんでそうしたかの経緯まで説明しますよ。はい、じゃあ次、外省、うん、外省はね、論文、講述担当、全部危ないね。うん、まずは A ランクの問題出ましたからやりますよ。で、しかもね、平成29年に実際出てますから、終始ね。うん、はい、じゃあよろしいか、これね、出だしは青で塗ってほいいですよ。本制度導入前は、 発明の適切な保護が図れない場合があったとまずそういうことですねじゃあどういうあれでかというとね緑塗りますよはいパリ優先期間満了直前に特許選をせざるを得ない場合には短期間で翻訳も作成する必要が生じる丸に翻訳文に記載されていない事項をつえー、追加補正することは認められないため語訳の訂正ができないと ね、なんで語訳の訂正ができないかというとアップルという単語をみかんと誤訳してしまった場合にみかんをりんごにするとみかんから見たら新規事項の追加になってしまうからなんですよだから原文の範囲内でっていうふうにやればねできるからそうしたぞっていうのがあこの外国を署名する制度なんだねはい、えー、ピンクでいきますそこでかかる問題点を解決するために 平力改正にて導入しちゃうと。ああ平力改正。一応、押さえとこうね。何年改正っていうのも一応歴史的見学として知っといた方がいいです。はい。じゃあ次はね、オレンジ NT よ。C ランクだけど。ね。継承令で定める外国語って何ですかと。これ、英語その他の外国語って書いてます。えどこに責任行4に。 ああ英語その他の外国語ということは何語でもいいということですああで。あとね、これも結構出るからね、あのやっとこうや、はい、次の B ランクなぜ1年4月なのかとほら翻訳文定数キャンなぜ1年4月なのかと、はい、簡単です出願公開の準備期間考慮これだけですよ出願公開はほら1年6か月だから、ね、それをあの 考慮してちょっと手前ぐらいにしとるんですよ。ああじゃあ次いきますけどね、あのー、C ランクだけど何気に重要だと思います私これはいえー、っとどっちにしようかな青にします。サブ6の2第3項どのような規定かねいきなり聞かれたら条文見ない限りできない人も多いと思うよこれはね翻訳文が出てない場合の通知なんですよ。 見ましょうか。ああ、ほら、ね、翻訳文の定数がなかった旨の通知、ほら、ね、うん、これですよ。ただね、私がこのあサブ六の二参考を重視したのはね、PLT が絡んでるからですほら、PLT 六条七と整合した規定とすべくね。 PLT6 乗括弧七7に整合した制度とすべくほらこれですよ皆さんこれ重要ですわな PLT6 乗括弧七。7何気に出ませんよこれ普通もう知ってないともう出ませんようんねはいということなんですよ、ね、であとはねなんか米印がついてるねこれどこの米印ですか えっと、ああこれかあーこれはいいわ無視しといてこれ、うん、もういいですこの一番下のやつははいじゃあサブロクの2の5個ねあーこれもね C ランクだけどやっといてはいいですようんんでかというとねこれはもう C どころか A にしてもいいぐらいなんですけどねはいあの取り犠牲になるぞってやつですほらね翻訳文が出てないとうんえっとねどこだっけはい 外国書面のうち、明細請求の範囲に相当する翻訳文の提出がなかった場合には、取り下げられたものとみなす、重要でしょねはい。じゃあ、これは、図面に相当する翻訳文はどうねはい、オレンジ。 じゃあ今度はねちょっと紫もキャラメルで塗りますけど概要書翻訳文がない場合はちょっと取り扱いが違うんだよねああはい図面に相当する書面の翻訳文がない時ははい図面はないものとして取り扱う皆さんね図面の翻訳文って知ってる 1> 図1図2って書くだけでいいんですよ。ねフィグ1フィグ2ってあるじゃん。図1図2って書けばいいんですよ。だって図,図面ってどうやって翻訳すんの逆に言うと。翻訳できないよ図だから <laughs>、ねまあ。もちろん図の中になんかデバイスとかバイシクルとか書いてればねあの装置とか自転車って書けばいいけどね。まあ、とにかく、まあ、図面って言葉じゃねえんだよな。ねフィグ1フィグ2で出せばいいと。はい で次はね、ようやくの方ははい、紫、補正命令ということです、これ。補正すれば足りるというのは、補正命令ということです。あ,あ、サヨニム。えっ、ー、とね、これはね、こうやって塗ってくれるかの、あのー、これね、黄色で塗って、サヨニム。 軽症例で定めるところにより、ああのはい、二項に規定する外証概要証の翻訳文を訂正できると。うん、ただ、出だしは青がいいよ。全、はい、項の規定により取り下げられた出願人はと。ね、あ取り下げと見なされた出願人はだからあのいわゆる復活ですよ。復活を遂げる。ねうん、ただあの、えーっと、これ青がいいね。 ただし、恋に忘れた場合にはダメよあ。恋に提出しなかった場合はダメよ。ええ、これを何ていうか、恋なき救済。恋でない場合の救済。ちょっと書いてみますわ。恋でない場合の救済。はい。ね。 でこれは、あのほらえー、っとどの条約から来てますかという質問が来るかもしれないね。はい、これが答えです。はい PLT12 条ですわ。PLT12 条です。ねここはね相当な注意を払った音またはこいでないことって書いてるんですよ。うん、で日本はね批判の的だったんですほら欧米諸国に比してね厳しすぎるわーっつって。ね あー厳しすぎるよと日本うんだからはい黄色恋でないことに変更したんですよね国際的調和の観点からうんあとねあのあれこの米印はどっから来てるあこれかこっから来そうね、うん、ちょっと赤ペンであれしといておよこれ分かりづらいからねここの米印の説明ですと。 ね、これはね PLT 自体の趣旨ですわで皆さん多分持ってないから赤ペンでいいよ俺はちょっと反則だけどね、えー、緑ペンを使いますねずるいけどねほら PLT 自体の趣旨を聞いてくる問題も出たよ過去に知ってる平成30年の論文に出てるよ PLT 自体の趣旨これはねちょっと俺も見ないで答えるねこれはね あの手続きの簡素化統一化じゃない国内手続きの簡素化統一化ですよあとあのねえ手続きの貸しがある場合の救済ですねこの辺ですああほら大体似たようなこと言ってるやろ国内手続きの調和や簡素化出願人等の利便性向上負担軽減を図る条約と R3 改正本の P10 に書かれてます ああ次はね、あのー、こうやって塗ってください、ええ。ピンクでちょっと塗りますよ。国内ああ外国書面の翻訳も提出、はい。で、あとね、青にしてください。していなければ行うことができない手続き。ちょうどいいわ、見えてないね、か答えが。うんこれ、どうすればいいと思う、うん、これね、あのー、歯とか方のイメージ。<laughs> 俺は「は」とか「ほ」のイメージで覚えてるんですよ。うん、分割とお「補正と「ね」「公開請求」この3つじゃないですか。「補正、分割公開請求じゃないですか。おおやっぱそうやん。ねえほーら。ねえ青で塗っていいよだから。「補正できない。「分割できない。「公開請求できない」ねえ。だからなんで俺「ほ」とか「は」のイメージか分かる?「補正って「ほ」やん。ねえ。 分割のほら屋根の部分ってカタカナの葉やね公開請求の項の上ってカタカナの葉やねだから方とか葉のイメージを覚えてるんですわで <laughs>、ね、それ忘れんよ意外とうんで逆にね今度は黄色で塗りますかあ,あ翻訳も出していなくても大丈夫なのはね逆にねなんだと思うこれもちょうどいいね見えてないからああ,あのあれよ取り癖になるやつよ変更とか優先権とはね あとは審査請求。変更優先審査請求。ほら。ね。変更国有審査請求ね。あもちろんパリ優先権もいい,いいと思うよ。変更国有審査請求ね。ああ。はい、粗言骨ですわ。よーし、行くーストアーネスト・ホースト。ね。今度は単一へ行こうね。うん、ただ、ちょっとあれやな。寒くなってきたね、なんかね。寒くないかちょっと俺、寒いぞ。 ね、なんか暑がりなんですけどね、俺ね寒いぞ、これちょっと一度下げてみようか、ねあの、二度下げると逆にまたぬるくなるから、うん、ああ、すみません、あのエアコンの温度今度は、ね、一度上げる方向ではい、はい、じゃあ単一通行くよ単一通は、ね、三,者三者面談。 <laughs> ね、三者面なんです、えー。だからね、三色丼で塗り分けるわ。これはね、どっちもいいよ。審査基準バージョンでもいいし、青本バージョンでもいいんだけど、まあ、下の方でいこうか、安定の青本バージョンでね。はい、ピンク、出願人にとっては出願手続きが簡易になると。単一性のおかげで。はい、次、オレンジ。第三者にとっては、関連発明の情報が効率的に入手可能となり、 特許情報の利用や権利の取引が容易となる。はい、黄色。さらに、えー、特許庁にとってはね、えー、関連発明をまとめて効率的に審査できるという利点がある。ほら、こんな感じね、どうですか。あーで、あとは緑。こうした点を踏まえ、こうした点を踏まえ、あとはアカンダラインね。 37条において、37条、一つの素顔に複数発明を包還することを許容する一方、ねえー、そのお発明範囲として、はい、発明の体制の要件を、二25条の8に規定していると、25条の8、ね、あもう一回復習ね、出願人にとってはどう,いうメリット、うん、出願手続きは簡易になる。 第三者にとってはえ関連情報入手が容易になる、ね、審査官にとあ特許庁にとってはまとめて審査できて効率的である、ね、そういうことですよよし、はい、じゃああとは、ねあのーまあ、C ランクだからいいわ飛ばして、はい、じゃあサバシリーズねちょっと待ってねサバシリーズで飛ばすあれだったっけなちょっと番書見るよ サバシリーズ。あ、そうだね。あの、これね、飛ばしていいことになってますわ。ほら。今日の版書の8ページ。ね、これ、あの、条約関連だからね、飛ばしいいですよ。はい。じゃあ、43ページまでワープできます。はい。じゃあ、44ページはやります。ね。これは国際じゃねえから。これはこ、こあの、条約関係じゃねえから。サバコです。サバコ。うん。 これはねちょっとあ,のあれ持ってる皆さん赤蛍光ペン持ってるないしあのオレンジもいいよ仮線用実施権者がいる場合、うん、だから赤ですよねっないしオランゲでいいよ仮線の承諾はいであとは青ですを得なければ特許さんの放棄取り下げができないねでしょその理由 はい、俺もちょっと、ね、見なないで答えようかな、ね、ど,うどうしてですかね、うん、確かに俺の記憶だと甚大な不利益があるとか何か書いてあったような記憶があるんです、ねうん、甚大な不利益を被るからみたいな違う、うん、あほら甚大な不利益ね、うん、やっぱりあの書いてますよ、ねえーっと。これですよ。甚大な不利益を被る恐れがあるのでこれだけでいいですよ。ね うんまあ、ただその前から言うとしてはこれだよね、あのー、ほらとこれ青で塗っていいよ特許素顔の放棄等によって将来の実施権者としての地位を失うことが甚大な不利益だとねえそういうことですねえ甚大地位もね神奈川大学じゃありませんからねはいよし、えー、じゃあ逆にねこれいってみますか ああ仮通常試験ね、黄色でいきましょう。ええ、仮通常試験ね。で、青で塗ってください。承諾不要ええ、承諾不要。ねえ、なんででしょうね。皆さんもちょっと考えてみてくださいよ。俺もちょうどね、答えが見えてないから、ちょうどいいですわ。はい、これはね、こういうことじゃないですか。まずやっぱり、ね、あの、ほらあー、登録制度がなくなったと。ね。 あのどこにどういう仮通常実施権者がいるか、ね、あの把握することが困難になったという理由付けがあると思います、まずはね。それからもう一つはね、えー、っと承諾得なくても不利益がないからですよ。ね、だって出願がなくなるでしょ。でもちろん仮通もなくなるでも実施はできるほら特段の不利益がないそういうことですよ。見てみましょうか。ね、あー把握困難、やっぱりねほら緑でいきましょうや。 仮通検証特許検者が把握できなくなったと登録制度がなくなったせいでねであとほら仮通常実施検者にとっては実施ができなくなるという不利益が生じることもないとまさにそういう感じでしたねええあ,あじゃあこれはね現場思考型の問題ですよやっとこやこれ現場思考力高めようやはいこれ仮線ねうん いいか赤蛍光ペンで塗るよ。ほかに仮線の承諾をしようとする場面あるかちょうど俺もね、手で隠すよ、すかさず。これね、ごらんはせがあるんですよ。塾へ急ごう、仮線と。塾へ急ごうよ、仮線と。ね。よいただ、はいただ。<laughs> 多分その辺じゃないおー、当たってるよ、ほら。塾へ急ごう、仮線と。よいただ、はいただ。ばっちりじゃん。ね。ちょっとほら、こういうことよ。よいただ。 はいただ、ねよいただ、はいただ、塾へ急ごう。ね皆さんもね、昔、塾へ急いでたんじゃないですかねはい。俺もね、塾へ急いでましたねうん。塾へ急いでたんですよ。弁理士受験生の時に。ねわ <laughs> かる人にはわかるね。はい。えー、45ページ。 はいえー、洗顔主義ですね。はいえー、洗顔主義、えー。ちょっとピンクで塗りましょうか。ねまあ、あの何気に、ね、洗顔主義ってあの何ですかって聞かれて、ね、あの答えられない人多いんですよ。同一集めについて二証の集めがあった時にね再選の願人にのみその集めについて特許権を付与する主義を言います。ねああ で趣旨いきますね、<っ>口述に出てるようですよ、ほら R2 口述2、ねあー、これね、一回語、ね、ラせでやってみるからね、抗体毒付与11元、重配趣旨から洗顔主義、ほら抗体毒付与11元、重配種子から、ね、で最後は、ね、ピンクで塗ってください、洗顔主義。 じゃあもうちょっと真面目にやりますねはい特許制度はねはいちょっとあかんだないね公開の代償として独占権を付与するものとうんであるがゆえに、はい、今度は青で塗ってくださいね1発目について2以上の権利を認めるべきではないはいそこであかんだない1発目1特許の原則を明らかにするとともにあ19特許を排除する趣旨 からね、だからあのあれいち早く出願したものに特許権を与えるんだと。ね、これで終わったやろ交代独票と一一元と重配種子という3つのキーワードこれを押さえておけばばッっちりちりばつです。ええー。ねじゃあ次ですけどね皆さんね C は飛ばしいですよ。ね。CCB ときましたよね。CCB ね「ロマンチックは止まらない」を歌ってましたね。 はい、で洗顔主義は同一人の場合にも適用があるかと。ね、あるんですよ、だからあかんだない、ね。洗顔主義、同一人の場合にも適用がありますよ。ね、あかんだないんですわ。えー、で理由は、ね、これ青本に載ってないんですよ。なんと吉藤先生の特許解説に載っています、はいえーっとね。特許権の存続期間に関する規定67条1項に反するからと。 うん、もうちょっと分かりやすく言うとね実質延長につながるからですよ存続期間の実質延長につながってしまうからなんですよねだからね同一人の場合も厳しくあ,あいち早く出願した者だけが特許を取れるぜよと草原骨ですはいじゃあ次の P に行きますからねああ同一性判断基準ねはいこれはね あのあれよ肉の煮にも通用するところでもあるからね、えー、一応やりましょうこれね飛ばしてもまあいいんだけど一応やるわえー、っとねまずねああこれはねピンクで塗っていいですこの括弧位は両発明の発明特定事項に相違点がない場合ほらこれはもう文句なしということですよ文句なしね あじゃあ次はね、こうやって塗ってください。出だしは青です。両発明の発明特定事項に相違点がない場合であっても。ねオレンジで。はい。実質的に同一と認められる場合には同一発明である。はい、理由。緑。技術的層として同一性の判断を、同一性を判断するものだからね。つまりね、技術的層として同一であればね。 細かい違いはあの無視してもいいわと、ね。はいということでいいですか、これ覚えてください。習慣不作くて、しこそなしと覚えてください。ほら、これオレンジがいいよ。習慣不作て、はい、習慣不作くて、しこそなし、ねえー。それからね、海外年、上位概念、うん。これはね、あのあれ海外年が洗顔年、抗がが上位概念ということよ。 ね、で単なるカテゴリー表現上の際って分かる単なるカテゴリー表現上の際っていうのはねあのあれ PBP クレームと正方クレームです、うん、例えばねそういうことよ終わ、うん、った週刊不作展というのは真面目に言うと周知技術寛容技術の不可削除転換等であって新たな効果をそうしない場合でねこれでねちょっと皆さん考えてみてください均等論と似てるんですよええ 特にこれねちょっとあかんだ重要だからこれってね均等論に似てるんですよ均等論もねなんていうかほら ABC 対 ABD でしょ、うん、だからほら集中打つ寛容技術の何だろうね転換かなんかに似てませんかそうだから均等論をイメージしてくださいねうんまあただ残念ながらほらこの発明同一性判断基準というのは審査基準が編み出してるんだね ああ特許庁の審査基準で編み出してるんで,であちらの方はあは最高裁判決が出してるんでねしょうがないですよこれあああの表現が違うのはでも実質似てるんだと、はい、じゃあ次、同日ですが、えー、同日だからねこれあの C ランクだけどやっときますわ、あのー、これはねなんとねいいですか出だし青、えー、海外年発明 A 上位概念、ね、発明 B 青で塗ってください、A、なんとおいいかここはオレンジがいいよ発明 AB が同日にされた場合にははい青なんと両発明同一とは扱いませんええー、つまりねさっきのほらあのなんだっけ習慣不作転でしこそなしいと選果向上とカテゴリー表現上の才に過ぎない場合って3つがあるじゃん。 そのうちの選果工場ね選果工場というのは洗顔が海外年後眼が女医外年ってやつを俺選果工場って言ってるんだけどそれはないということです理由もしっかりしますほら一方の出願発明にのみ拒絶流ありとする取り扱いは不合理だからね同日すがんだよなね、うん、つまりどっちもね権利化されるということよわいこれ青で塗ったけどね 適用されないんだからね結果的にちょっと赤ペンで荒らしうといて誤解招くといかんからこれいずれも権利化されるということよね選果向上の場合ねわるあのこれね感じはしないようによちょっと赤ペンで書いとくわはい洗顔貝概念抗がん浄概念の場合ね いずれれも権利化されます、えー、だから実は黄色のイメージなんですよいずれも権利化されるからねえこれ気をつけてくれよこれなんとねあれ書いてないけど出たんですよ平成27年司法試験知財で出てますねえちょっと書いてみますわ平成27年司法試験で出てますええー 恐ろしいですね、小試験でそんなこと聞くんだみたいな、嘘なしですよ。うん、私、小試験もね、もう過去何十年って研究してますから、はい、うーすはい、じゃあね、どれいこうかな、おそうだね、やっぱりね、これっていうか、競技不調、あ、これはいいわ、C ランクだもんね、競技のあたりね。 うんじゃあいいでさ次のページ行こう B ランクのああこれいこうね法取り百挙差新確定ですかこれいってみますか、ね、語呂合わせですからはい法取り百挙差新確定なんで千賀の地位がなくなるとですかああそれはねえー、っとこういうことですよねえー、っとあの緑がいいねうん 開示されない出願にはいかなる権利も与えるべきではないからと。ただね、これね、ちょっとね、分かりづらいのは、あれ、先生、これ出願公開された後に放棄取り下げ客観になったら、別に開示されないっていうのはおかしくないですか、っていう質問が来るんですよ。うん、そうなんです。つまり、この理由付けは公開される前を前提とします。ね、ちょっとそれをね、 ちょっとメモ書きで書いてないとねうんだからねなんかねいまいちな理由付けといえばいまいちなんですよ俺だってほら公開後公開後の取り下げとはね開示されない出願にあって言えないもんね そうでしょだからこれ公開前の取り下げ等を前提とした理由づけなんですよ。うんだからね今一つその説得力にはは欠けるかなという感じはしますねで今度はね平成10年改正本の理由づけもねこれもほら公開前に拒絶されたすがンは内容が非公開とされつつも第三者の公願に対して洗顔として取り扱われることとなりはい。 いわゆるブラックボックスの問題が生じていたからというねこれも公開前が前提となってるんですよ、えーうん、だからねなんかね今一つといえば今一つなんですよ、うんね、でもねそれもまた事実ですからねあの公開後だったら確かに問題ないけど公開前の拒絶だとこういう問題が生じてるでしょうとねっ だから公開前に放祈祷された出願にはもう千賀の地位認めないんだぞと。じゃあ先生、公開後はと。それに対してはこう答えるわけです。公開後の放祈祷に対しては拡大千賀の地位があるからまあいいんだと。そういうことですよ。千賀の地位もないよ。でも拡大千賀の地位は残るでしょう。公開された後の放祈祷出願は。ね。そこで一応ね、あの辻褄は保ってるんですよ。えー、はい。じゃあ逆にね、 えっとあのこうしましょうか、じゃあ,あ、あの、オレンジですわ、同日すがんじゃけ、はいこれ、ね、うん、はい、オレンジでこうやって塗って、ただね、あの青も使います、ね、えー、同日で競技不調により拒絶ですから、ね、これは悪い状況ですね、悪い状況です、でも、なんで千賀の地を残してるんかと、うん、ね。 はい、これはね、青本によるとこうなってます、ええ。不公平不平等を承知するのみならず、競技制度を設けた趣旨がないがしろになってしまうからと。うん、これでもいいですよ、でも、俺はねあの、俺が試験だったらこれでも丸にしてあげますけどね、漁夫の利防止でもね。漁夫の利防止の観点でもいいですよ。ただ、これはあのねえ、 あのー、なんていうか知らん人しあ,あんまり詳しくね試験員だとね何ですかそれはというかおっしれないからねやっぱあの緑で塗ったところを言うのが無難だと思うけどねこれはあの判例が言ってるんですよ漁夫のり防止はねえ頑張れ受験生事件という商標の判例だけどねあの言ってるんです漁夫のり防止の観点ね。うんはい、要するに千賀の,の地を残しとかないと他のね 第三者が権利取ってしまうでしょうと、そういうことですよ。はい、じゃあ、あとはね、どれいこうかな。ああ。そうやな。えー、ちょっと一番、一番下の問題、ちょっといいですか、これ。はい、これちょっと現場思考チックなんでね。ほら。同一発明につき、同日に二、二つの特許さ、があった場合の取り扱い。ね、何気にシンプルだけど。ね。 答えるるのに急すすかななみたいなね、はいねはオレンジです同一集めにつき同日に2つの特許を下がった場合の取り扱い、ね、問題文は短いけど意外とねあのしっかりしないと答えられませんよ、うん、まずね、はい、全部これオレンジ塗っていいですわ39条2項という条文39条6項という条文、ね、そしてねあのこれもオレンジです 競技により定めた市のがん人がが特許受けるることができる39条二項前段ねそして次はね紫です一方競技不調不能の場合にはいずれも特許を受けることはできない39条二項後段つまりね二項は前段後段があるんですよね、うん、でねちょっとこうすると分かりやすいかもしれんねはいよろしいですか これはね、あのー、こういうことですよ。ちょっと丸のところをね、オレンジで塗ってください。丸のところ。ね。うん、で、×のところはね、青で塗ってくださいあ。あの左は。左と真ん中。青で塗ってください。ね。竜、うん、付けは緑でもいいかね。39条2項前段、39条2項前段。はい。で、あはい、右は、これはね、ムラムラ紫。 ああムラムラ紫うあ,あ、で緑で一応理由付け塗っとくけどはい39条2項後段ですええええ、分かります違いが出てるでしょケース1とケース2はね前段拒絶なんですよで一番右はね後段拒絶ねつまり前段拒絶と後段拒絶で扱いが違うんですよ ね、洗顔の地位があるなしみたいなそういう違いが出てきますね気をつけてくださいねああ、そういうことなんですよだからね口述に向いてますよこれまあ論文にももちろん向いてますけどねえー、はいちなみに衣装法はね講談拒絶しかないですよ衣装法球場に行こうね同日の場合に球場に行こうでしょうあるわね なんと全段拒絶はないんですよ法は後段だけですから気をつけくださいねじゃあなんで全段拒絶がないか教えましょうかね,前段拒絶はね洗顔の地位がないんですよ、うん、ところが後段拒絶は全団の地位があるでしょで全の地位があ,のありますからその全団の地位があるぞということを知らしめるために後報が出るんですよ法66条3項ね、うん だから何が何でもそっちのほうに持っていきたいんです特許庁はね工事手段がある,あるじゃない、えー、663というだから無理やり球場こ高講談の拒絶に無理やり持っていってるんですよああそれでブラックボックスの問題を解消してるんです一応青本の66条参考にも書いてるよ衣装法の見とくといいですわはいよしじゃ次はね 48P にいってみましょうかえー、あこれ口述出てますね あじゃあ一応やりますか、口述シリーズということやね、48、うん、R2 の、ちょっとね、アカンダレム引っ張りますわ、口、ね、述試験に慣れていくためのね、はい、あ全部そうか、全部口述試験ですね、このページは。わかりました、じゃあ全部やりますよ、これ。ね よしじゃあ同一発明につき同日に2つの特許線があった場合29乗の2と39乗は適用されるかと簡単ですねありがたいですねこれね簡単でしょ肉のりの適用はない39乗の適用はあるそれだけですよええだからねどっちをどっちにしましょうかねあのー、じゃあ同日だからとりあえずオレンジで塗りますわねオレンジで塗るんだけど うん、で肉の2の適用はないからね黄色でいきましょうかね平和な色黄色でほらああで39条は適用あるからねまあオレンジぐらいでいいんじゃないうん39条267ああいいじゃんほらねうんでアンダーラインもあのメリハリのために書いておくから肉のには黒がいいね適用がないからうん で39条はね適用がありますからうんあかんだらにしようかねえそんな感じですよ267って言いましたけどね7個は悪い規定ですよ7個は悪い規定ですよ、うん、要するに届け出を出さんと競技,やせ競技不成立と見なすことができるという悪い条文ですけどね、うん、じゃあ次口述パート 2B、はい、ランクの 29条の2と39条について洗顔が取り下げられた場合それぞれの規定は適用されるかもう一回いきます29条の2と39条について洗顔が取り下げられた場合それぞれの規定は適用されるかね、うん、取り下げられると洗顔の地位がなくなるという意味では39条の適用は確実にありませんそれに対して29条の2は家庭形になりますけどねはいちょっと赤ペンで。 はいえー、公開されていれば適用されますね黒、はい、アンダライン取り下げ前に取り下げ前に公開されていれば適用されますねでそれに対してあのー、ねこれは青蛍光ペンがいいでしょ三十九条はねもう鼻からね五項本文により線画の意を失うので適用されませんわなうん もうね、洗顔が取り下げられたんだからね、うん、まあそういうことですよ、いい問題ですね、この小,あの小回りの効く問題だなという感じです。はい、じゃあ3つ目の枠、29条とあの2と39条において、抗がんを排除できるのは、洗顔のどのような範囲であるか、ああ、これ、あれですよ、1体面に注目しますわ、ね、クレームとか明細書とか、ね。 じゃあ、これはね、こうやって塗りましょう。えー、っとね、二十九条のようには、目せず全体ですよね。オレンジのイメージです。ああ。で、三十九条はクレームでしょピンクのイメージです。はい、こう、こういうふうにね。あの、なんていうか。なんか、基本事項の確認にも。いい問題ですね。ああ。いいと思いますよ。 はい、じゃあ A ランク、はい、今度は A ランクです、うん。29条の2と39条の2の趣旨趣旨完結、ねえ、趣旨完結、趣旨完結、ちょうど定規で隠れててよくわからない、ねえど、どれを一番あの優先するかですよ、長々といえば長々と言えますけど。 ね、やっぱりね肉のには公開代償じゃないですか公開代償独占権ですよであ39条は重敗種子でしょうね見てみましょうかおやっぱそうですよほらね抗体毒不要ですよね抗体特不要ですよねという制度趣旨を尊重するのに対して抗がん迅速処理できるあこれも言ってるか で39条は重敗出資ですねやっぱり、うん、まあそんな感じですよこれはもうね現場思考だからねまあどう答えてもいいと思うんだけどやっぱり肉のには抗体得票でしょうね、うん、で39条は重敗出資でしょうねまあその辺出してあのまあそれでよければもう次の問題に行きますからねはいじゃあ今度はね事例問題って感じですしますよ あ,あれこれ答えないねちょうどいいわほらこれいいですよ答えがないですからねこれあれですかね同日出願ということやねうんえっ、ー、と x と y はどげん取り扱われるかですよね、うん、これ x と y1 でしょうねほら y1 って書いてるもんねだちょっとね y1 にしておきますよね y1 ってね はいこれちょっとね皆さんに聞いた方がいいですかねそれとも一緒に取り組んでいきますかうんちょっと私もねこれ、あのー、難しいなと思うのはねこれ多分同日がですよねどう考えてもね同日出願なのでちょっといいですか多分ね確実に言えることからあの書いていけばいいんですよはい同日出願なので うん、まずねこれは確実に言います2 9十九条の2の適用はないんですよそうでしょうこれは間違いないところじゃないですかああだからあとあれですよ39条ですよね、うん、あそうか39条一向の適用もないねはい。 39条1項の適用もないね。うん。同日だからね。うん。はい。ということで、あ,のあとは適用可能性のある条文だけ書いとけばいいと思いますよ。39条2項でしょ。6。うん。あと7も上げておきますか。競技不成立犠牲の、うん、だから一番上の過去もとほぼ同じじゃないですか。 ね、一番上のあのほらこれ同日ねこれですよ三十九条二六七うんもういいわそれであとはまあ言葉でほらあの競技命令が来るとかね、えー、で競技に応じてそのどっちかがあのまあどっちかによるはねこれねうんそれであの友田れの場合にはねあの講談だとかねそういうふうに答えていくしかないですよ で届け出がない場合には、競技不成立犠牲とみなされると。競技不成立と見なされると。はい、じゃあ一番下見てみましょうか。入り組んでますよ、これ。これちょっと皆さんで、ね、俺がグダグダ言う前に皆さんが考えてもらった方がいいわ。ちょっと俺黙ってるから、皆さん考えてみてください。ね、ちょうどいいわ。最後の問題にしましょうか、じゃあこれ。 どううでしょ大体いい分かりましたああこれはねあのー、もう答えが載ってますね <laughs> でねいいですか一番ポイントになるとおり言いますわこれねあのー、えー、っとほら柵に講談で両方とも共倒れになっとるんですよ X と Y がねそんな中オツが出願するってことですねわかる X と Y 1はもう共倒れになっとるんですわ。あでそんな中で、はい、あオツがですね、えー、っとちょっと遅ればせながらね、あのーはい、出願しとるってことですわ、ね。じゃあちょっと見てみましょうかあまずね、えーっとうん、X と Y 1との関係でとありますね。X、と Y 1との関係でと。 発明者大、うん、で、えー、29条の239条の適用はあ,あるかということなんですがまずね、あのー、まず X を見てほしいんだけど発明者項ですねでクレームはあのー、A ですね。 でこのおー B ってありますねこれ括弧位ちは B なんですよ、うん、B ですじゃあちょっと黄色で塗っとこうかな B, B なんですよこれほら Y2B ねそうするともうああの X との関係は全然ないじゃないですかだって A しかないんだよなねうんで次に あのー、今度は Y1 を見ますとこれ発明者が同一なんですよ発明者が同一でクレームが A です発明者が同一でクレームが A、うん、だからこれね適用ないですね結局もう黄色で塗っていいですよ平和に、うん、確かに不適用ですねこれ、うん、もう一回ね X との関係ではもう A と B でノットイコール適用がないうん。 オツとの関係では発明者同一で肉の2の適用はないしクレームがノットイコールで39条の適用もないありがたいですねじゃあ今度はねあの面倒なのはね A の方ですよこれはちょっと面倒だこれはピンクで塗ろうかねうんこれはちょっとピンクで塗るしかないなうんはい そうすると、A 対 A になりますよ。あね、で、えー、X との関係で、X との関係で、まあ、ピンクでいいわ、ねああの。あとはね、黒アンダーラインか青アンダーラインでね、肉の2のに、それから、えー、XY1 との関係で、これピンクでいいですよ。XY1 との関係で、 1> 1ね、だってあの線香岩でクレームイコールだから、うん、391へ適用されると。ね、Y1 のクレーム A もピンクで塗っていいよほら、うん、これちょっとね枠が狭いから、あのー、どうしてもねちょっとあのいろいろ書き込みができないんだけど、あのー、なんかふんだんな余白があればね、あのー、もうちょっと詳しい時系列をねこう自分で あの入れたりしながら書いていくというね。うん、縦書き、時系列書が俺好きなんだよね。横書きだとね。なんかこう書きにくいんですよ。うん、ただね。言っときます。口述の時系列は横時系列で出る場合が多いです。うん。横時系列の方が多いですね。ただ、73ぐらいの割合でね。73ぐらいの割合で横時系列の方が多いていは知っておいてください。はい、じゃあねあ。もうちょっと時間あるな。 うん、じゃあ、ね、もうすぐ終わりますから、切、は、り、い、の,のいいところで50ぐらいいっとこうかな、はい、国内優先権の趣旨、簡単です、ね、A ランク、国内優先権の趣旨、はいえー、とこれ、過去問でで、ね、つい最近で言うと R3 で出てます、R3 で出てます、ねえーとね、吉藤バージョンと青本バージョン出しますけど青本バージョンの方が楽でいいですよ、はい緑。 基本発明と改良発明を包含し、漏れなく、あ包括的で漏れなく保護できると、ねうん。基本発明と改良発明を包括的で漏れなく保護する。趣旨それからもう一つは、ね、あ自己指定 PCT82B した場合にもその効果があ我が国においても認められるようにすると。ね つまり自己指定の効果が認められるようにしたでここには書いてないけど、ね、結果的にそれが PCT の利用促進につながるということなんです。ね、自己指定つまり国内優先権を認めると国内に基づく国際出願というパリあの優先権の形をとると、ね、パリ優先権もいけるしあの他の国との関係では日本日本という関係では自己指定いわゆる国内優先権。 だから PCT の利用促進につながるということなんですよ。ねはい、じゃあ次はねあの C、B とか C だから飛ばしいです。はい、A ランク。おっ、これは、ね、重要ですよ、50ページ。なぜ重要かというとね、紫で塗ってほいいです、これ、ね。こういうのをなんていうか、累積的小っと言いますね。 ほら、累積的証と言いいますよ、ね。A に基づく B、B に基づく C でしょ。で、全部 E が含んでるね。はい、これはね、実質的に優先期間の延長になってしまうからね。これ認めるとね、ほら、呪術つなぎバージョンができてしまうじゃん。だから認めないんですよ。えー。ねー。 はい、であとはね、あのー、そうですね、えー、これは、ね、ちょっと C ランクだけど、やってきます、うん、あの一番下の。こ,れこういうの、あのー、C ランクだからやらないという手もあるんだよ出たら困るから、うん、これね見てください、ちょっとあかんだね、国内優先権者の具体的利用対応を3つ上げようみたいな問題が出たときにね知らんかったらお手上げですよ、俺これなんとね。 平成3年、特日通で出てるんです。平成3年の。ね。うん。あ、これね、ごめんなさいね。あの、平成3年は特日じゃなくて、特でした。特、うん、と実に分かれとるから、特ですよ。うん。皆さん、平成3年の試験とか分からんでしょう。ね。私はほら、当時の平成一桁の受験生ですから。はい、これね、3つ答えるんですよ。 はい、実施例補充型、ピンク上位概念抽出型オレンジ発明の耐性利用型、黄色ねまあ,あの見ればわかるでしょうああ、そういうことだと実施例補充型上位概念抽出型耐性利用型3つあると吉藤先生が出店です、ね、知らんかったら終わりだからやっときました はい、じゃあ A ランクね、はいあの。A ランク、これで最後にします、今日ね、はい、五51ページの、うん。これはね、あれでしょう、みなし取り下げの理由ね,、ま、ね、まずはね、ちょっとあの青で塗るけど、みなし取り下げの理由付けです。はい、えー、これはね、緑で塗りますけど、強ょ中敗重臣、はい、強敗重公開。 重公開。ね。協業菅の排除、重複審査、重複公開、回避の観点、協敗重心、重公開。ね。覚えといてください。で、次に、あの今度はピンクで塗ってください。みなし取り下げの時期を1年4月経過時とした理由。はい、これはね、あの、えー、っとね、これだけでいいですよ。 出願公開のための準備に入る時期を考慮したもの。ね、要するにあの公開前にそのはっきりさせんと、ね、あいかんでしょうが、うんまあ、2ヶ月ぐらい手前であの決めろと。ね、優先権をあの維持するのかやめるのか、ね、公開準備時期を考慮したとそういうことです。ねはい、じゃあ今日は、ね、この辺で終わりますわ。ね でほら次がねパリ優先権でしょで今日のあの番書を見るとですねあのこれは飛ばすっいうことになってますから、うん、ちょっと待ってね番書の8ページほら52ページは飛ばすぞとね条約編に回すからね、うん、でもしあのもう皆さんチェンジしたいとなんかね二26番のところが126って印字さ,せされてる可能性あるんで。 あのごめんんなさいいとしか言いようがありません <laughs>、ねまあ、直ってるバージョンもらってる人はいいんですけどね126とか書いてるやつもらってる人はちょっと直しておいてください、はい、さあそれではね皆さん今日はこれで終わりますで来週新作まあこの講座出てれば別にいいけどね、うん、でもあの新しいあのニューバージョンのところとかも結構やりますから、ね、新作順に特化したところとやりますからね で8月4日は判例の同情とかやりますから、はい、であと、板書に、ね、他の口実の問題とか載っけてるんでね、まあ、論文で受かる可能性のある人はやっとくといいよ、うん、コツがつかめると思うからねはい、じゃあ終わります、はいえー、皆さんねあの初日やったけどねあの大変だったと思いますけど慣れていってください。ね、弁理士の仕事は基本デスククワークですからね あーデスクに座って今期属仕事ができるかどうかねこれにかかってますよ皆さんね適性の一つですから便利紙に向いてるか向いてないかのねもう私もあの自慢じゃないけど20時間連続でデスクワークできるという得意を持ってますけどね自慢にも何にもなりませんね下手すると過労死をしますからねはいじゃあ,あ2025年向け論文シーケンス講座一行問題対策編 えー、特日のお題、1終わります。どうもお疲れさんでした